どうみんさんこんにちは2019担当合格講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります担当いたしますは歴戦人講師の豊岡と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいいよいよですね始まりました担当合格講座の行政法規ですねで全14回あります結構ロングランになりますけどぜひね最後までしっかりとこの講義をお聞きになってください でまずですねちょっと使用する教材を確認しておきたいと思います。こまずこちらいしょこの2019合格基礎テキスト行政法規ですねこれを毎回使用いたしますので、ね、こちらは必ず準備なさってください。ね、これを使って、ね、講義をしてまいります。であと皆さんのお手元にですねこちらこの足別行政法規ですね ここれれも届いていいいてるるかと思います。これいわゆる過去問集ですね過去問集。ね、あの本試験出たねあの問題こういうの過去問「過去問過去問」って呼んでますけどこれをねまとめたレックから出している過去問集これが足別シリーズですねでこれもお手元にね届いていると思いますけどもちょっとねやっぱり結構時間がね全14回とは言いましてもねかなりこれあのペースが速いです。 結構タイトなスケジュールになりますんで、ちょっと足別までね、ちょっとやってる時間までははっきり言ってありませんね。従いまして基本的にこちらの足別はね、皆さんの方でご自分でね、あの読習用の教材としてお使いたい形になりますけども、まあ、可能な限りですね、可能な限りね、この講義の中でもね、あの使えたらちょっと使ってみたいなとそういうふうには考えておりますね。でも一応毎回ですね、一応毎回準備していただくのはこちら。 この合格基礎的基礎になりますんでね。こちら一冊は必ずご準備ください。よろしいでしょうか、ね。で、この基本的にこの順番ですね。順番に従ってね、これ中身をね、私の方で解説をして参ります。ね、で、ちょっとね、ご覧いただきますけれども、まあ、どこでもいいです。ちょっと開けていただきますと、こんな感じでね、あの、私の方で、これ、これピンクなんですよ。ちょっと大きくしましょうかね。これピンクでね、覚えて欲しい箇所。 につきましては、私の方でご覧のように、ね、ピンクでお示しをしてます。これは必ず皆さんの方におかれましても、覚えていってください。ね。で、あと、その前提として、この講義を聞きにな,な,なりながらね、この同じ箇所については、必ず印をつけていってください。よろしいですね。で、別に私と同じこのピンクのマーカーである必要ありません。ね。別に全然同じである必要ありません。 ね、他の別にボールペンでもかめませんし場合によっては鉛筆でちょっとぐるっとね丸、ま、で囲むでも OK ですただとにかく印はつけていってくださいいいですね絶対にやっちゃいけないのが聞きっぱあるいはテキストの読みっぱね要するに形に残さない勉強ですこれは絶対にやっちゃいけないいいですね で、工業をお聞きになりながら、私が大事なところをね、ご覧のような形でお示ししてきます。ね。また必要に応じていろいろね、突っ込んだ説明もしてきますけども、とにかく、ね、行政法規は覚えるべき知識が膨大ですから、私の方でね、ここは覚えてね、ね。そういうところにつきましては、このピンクのマーカーでね、あの、お示しをして、皆さんの方にね、覚えてね、そういう形でやっていきますので。 いいっぱいあります他のページも <laughs> 結構ありますよとにかくもう行政法規は覚えるのが大変ですからねしっかりと逆に言うと覚えるべき箇所は印をつけてねっかってね押さえていきましょうであと、まあ、今年の今回のちょっと新しい試みなんですけど例えばねちょっとご覧いただいている7ページですけどもよいしょ従来でしたらねピンクのマーカーだけだったんですけど今回からちょっと新しい試みで青もちょっと使いました これ、青はどんな箇所かというと、覚えてほしいというよりも、それぞれの、ね、この行政法規の各法律のいろんなき規定ですね。規定の趣旨ですね。趣旨。ね。どういう趣旨でそういう規制が定められているのか。どういう理由でそういうね、条文が規定されているのか。そういう、いわば、これ、趣旨。ね。まあ、理由って言ってもいいです。理由の箇所について、ご覧のように、ね、青のマーカーでお示しをいたしました。 これ今回の新しい試みなんですよでここ12年なんですけどもあのちょっとねある程度考えさせる問題が本試験で増えてきてます。でベースはまた後でお話ししますけども過去問で繰り返し聞かれてる知識これがベースなんですよ。これは変わらないまた変えちゃいけない。ね。だからこれは是非足別でしっかり押さえていっていただきたいんだけどそれプラスその。 過去問で繰り返し聞かれてる知識をベースにしてさらにプラス現場である程度考えさせる問題がここ1,2年行政法規で増えてるんですよで、そういう問題に対応するためにもある程度考えた勉強も必要になってまいりますね、従来みたいにただ過去問の知識を覚えてそれを当てはめればね正解が出るような問題がここ1,2年で減ってきてますから逆に言うとね自分である程度考えて答えを出す こういうのも要求されるようになってきてますからそういう問題に対応する意味でもこういうね理由です。ね。法律って必ず一個一個の条文ね。あるいは制度に必ず理由がありますからこういうのを押さえていくとね。初見の問題初めて目にした問題であれこれよくわかんないなっていう時でもねそういう趣旨だとか理由をもとにして自分で推論を働かせて答えを導くことができるようになるんですよ。これは。 でこれができるようになるとね実は皆さんが担当に合格されて次の論文に進まれる時にね論文で民法っていう法律をやりますねまたその時私がいろいろね講義をさせていただきますけどもこの時にやっぱりねとにかく理由なんですよ法律っていうのは何でこんな条文があんの何でこういう結論になるの理由なんですよ理由とにかく理由を考える民法って考える科目なんですよまたその時やりますけどねですからそういう考える 条文の趣旨だとか、ね、いろんな理由を考える癖を行政法規の段階で身につけておくと次の論文の民法に行った時にねものすごく役立ちますからいいですねだからこれは単にここ12年の本試験の傾向に対応させるためだけじゃなくて次の論文の民法を睨んだ時にもねやっぱりこの趣旨あるいは理由を考えるっていうのは非常に大事になってきますんでそういう意味で今回ねいろいろ、ね、こんな形で青で。 ね、印つけてますんでここはねあの別に、まあ、無理にマークはしなくてもいいですここを覚えてねっていう歌詞ありませんので、ねまあ、趣旨あるいは理由なんですけど覚えてほしいのは絶対ピンクなんですよ覚えていただきたいのは絶対ピンクですです、ね、ですから理由の箇所については本当に鉛筆でも構いませんしアンダーラインでも構いませんので一応まあ一応さっきも言ったけど印はつけてってくださいいいですねその代わり覚えるっていうよりも、ね、考える取っかかりになる歌詞ですから理由とか趣旨っていうのはこれを持っておくとね本当にね 分かんない問題でも自分で推論っていうのを働かせてこうじゃないかなああじゃないかな、ね、これが結論が導けるようになりますからいいですねぜひ行政法規でちょっとそういうのをね意識なさっていってくださいねでそんな形でとにかくねあのこのテキストの順番に従いまして大事なところねこうやってピンクのマーカーでお示し,しながら皆さんの方にご説明してまいりますんでねでできれば 早めにね、一通りこの全14回の担当合格講座の講義をお聞きになってしまってください。ね、次に、足別行政法規ですね、こちら。こちらにね、着手していただきます。これが最終的な皆さんの勉強の柱になるのは間違いありません。ね、これ過去問集、さっきも言いましたけど。で、今でもやっぱりこの過去問集の中から半分、ちょっとかな。 ね、以前もっと多かったんですけど最近じゃんじゃんねだんだんちょっと減ってはきてますけどそれでも今でもね半分ぐらいはこの過去問集から焼き直しちょっと表現変えただけの同じような問題が本番って出てますからだからやっぱり勉強の柱になるのは足別です足別ね行政法規上刊とあと下刊もありますけどねこれが柱になるのは間違いありません、ね、ただこれはねやっぱり一通りこの担当合格講座をお聞きになられた後の方がね 取り組みやすいいと思います、ね、まだこれね受講生さんの中にはねまだ一通りまだ聞き終えてないけどその講義に合わせてねこの足別に取り組むという方も結構いらっしゃるんですねで「先生こういうやり方でいいですか?」っていうようなご質問を時々教えてチューターでいただくんですけども私としてはね個人的にはやっぱり一通り聞いた方がねやっぱり安心しますよねとりあえず全部聞いたよあとは足別だけだなって気持ちで取り組むのと足別やりながらね「山田後ろの法律いろいろあるんだよな」 どんな内容が出てくるか分かんないなってドキドキしながらね足別やるよりもねひととり講義聞いた方が精神衛生上もいいと思うしあとね、ま、これから皆さんがね間違いなくあの経験されることなんですけど法律は違っていててていも同じよような規定がね結構出出くくるるんですよ出てくるやっぱり法律ってねたとえその、ね、法律の名前が違ってもね同じ内容については趣旨が同じであればやっぱ同じような規制をかける。 だから当然同じようなな表現になってくるんですよ、ね、ですから一通り講義を聞いていればねある法律の中である制度をやってる時もねあれ確かこれ同じような制度同じような規定を後ろの別の法律でもやったよねこういうのもね本当に体感していきますからまたこれが本当に大きな力にもなっていきます。ね、ですからそういう意味でもね一通り講義を聞きになった後にこちらの足別ですねに着手される方が私はよろしいんじゃないかなと。 思いますもちろん最終的には皆さんの方にお任せいたします。ね、で、これ、もう皆さんね、既にもう、あの、官邸料の講義をお聞きになってらっしゃる方は分かると思うんですけど、ね、これ開けていただきますとねちょ、ちょっとこれ、行政法規ですけども、よいしょ。どこでもいいです。開けていただいて、ね、こちら。例えば12ページですね。ちょっと12ページ開けていただきますと、ね、これまあ、都市計画法、一番最初に勉強する都市計画法の過去問。ね、で、こちら。 前のページがいいか前の10ページですね10ページの終わりここに8条ってあります八条でここに上がってるねこの各問題の末尾に上がってる数字これ平成14年の1問目の3番目の足で出題された問題ですよって意味なんですけど、ね、これこの足別行政法規の場合は出題年度が違っていても違っていてもねこれ同じような条文、ね、8条であればね 一緒にに勉強した方が合理的でですすかからら非常に効率もいいですから、ね、こういう出題年度は違っていっても同じね8条であれば次のページですねこちらずらずらーっとみんな違うでしょ出題年度がね一緒にまとめて勉強した方が絶対効率的なんですよこう,うこういう形でね従いましてこの足別行政法規につきましては条文ごとに条文ごとにねこうやって足を整理してのっけてありますんでねで この各問題のすぐ右横ですね。これカンテリオンと同じなんですけども、重要度を星3つで表示してあります。一番重要なのが星3つ。次が星2つ。で、ずっとちょっと下降りていただきますと、星1個が出てきます。これは一番重要度が低いです。低い。で、基本これは飛ばしてしまっていいです。飛ばしてしまっていい。ね。ぜひ、この足別ですけども、星3つと2つ、これをし しっかりと本試験までに覚えてください。完璧に覚えてください。いいですね。こちら。これが知識のね、合格するための行政法規の知識の核になりますから。よろしいですね。で、ちょっとね、ちょっとこの足別の、ちょっと端書きのスペースにちょっと書きましょうかね。ちょっと見てくださいね。これ見えるかな。これは私がいつもね、よく書く図なんですよ。 これ知識のピラミッドということで ABCA が一番重要な知識と思ってください B が2番目 C が一番重要度が低い知識と思ってくださいねで皆さんが合格するための勉強としてどっから手をつけるべきかいかがでしょうどっからやる当然ここ一番重要なところからやっていくってこと これがまさに星3つと2つってことなんですよ。これはどんな勉強でも同じ。ね。例えば鑑定士試験でももちろん同じ。担当でも論文でも同じ。論文でも同じですからね。重要なところからやっていくってことなんですよ。これが一番合理的な勉強のやり方。だって一番出るんだから。一番大事なんだから。そこから手をつけるってこと。で逆に、読習者、ね。独学の方に多いのが、こっからやっていくんですよ。 要するにテキスト一1ページ目からベターと読んでいく。問題も問いの一番からベターと解いていく。こういうやり方。これ読学者に多い。でもこれご覧のように無駄が多いんですよ。もちろん重要なところにもね、行くけど無駄な勉強も結構やっちゃうってこと。だからこれ。いいですね。こういうね、テキスト1ページ目からベターと読んでいく。 問題も問いの一番からベターと解いていくというやり方だと大抵もうこの辺まで来たところでおそらく時間切れですよ無駄な勉強で随分時間費やしてますから、ね、これで本番に突入して玉砕と不合格というこういうパターンです独学生に一番多い、ね、でも皆さんは絶対こんな無駄な勉強はちゃですよ、ね、一番大事なところからやっていくだから足別でついて言えば星3つと2つをしっかりやるってこと星1個は、 もう一回言っておきますけど、基本的に飛ばしていいです。いいですね。こちら。で、ちょっともう一回戻りますよ。で。まあ、どこでもいいですけど、ちょっと開けていただいて。で、まあ、例えば、こちらね。まあ、十二ページ、例えば、問いの二十七番。これ、都市計画法ですけど、これ、平成十九年、八問目の、二番目の足。ね。の問題なんですけど、星三つだなと。 で、まず最初にね、皆さんが担当合格講座、とりあえず全14回一通りお聞きになったとして、ね、足別に着手した。で、この時に、まずこの問いの27番の問題を読んでね、で、丸か×か、丸か罰か考えて、ね、で、右の解説に行ってください。誤ってれば×ね、こちら。で、その時に、どこが×かをしっかりとこの右の解説を読みになって、ね、この誤りの箇所をしっかり しっかりとえぐり出してください。ちょっと言葉はね、どぎついけど、えぐり出す。そんなイメージです。満然と解説読んで、あ、ふんふんそうね。これは勉強じゃありませんから。特にね、誤りの場合ですね。こういうバッテンの場合。丸の場合ね。例えば次の問いの28番。これ内容が丸なんですよ。内容丸なんだけども、ね。内容が丸の場合は、意味内容を自分なりに考えればいいです。意味内容自分なりに。で、自分なりでいいです。 これ、こういう、この規定8条2項って、こういう規定なのかなこういう趣旨なのかなね。これ、一個一個検証してる時間ありません。また、一個一個検証する手段もほとんどありません。ね。専門書に、専門書もそんなに多くね、あの、書店に出回ってるわけじゃないんですよ。憲法とか民法とかね、もう大体どこの大学とかでもね、勉強するような法律と違いますから。ね。あんまり意外とね、この鑑定士の行政法規で出るこの法律、あんまり専門書ってそのは多くないんですよ。 じゃあそうかといっていちいち役所に問い合わせるか、ね。これもね、そうそうやってるわけいきませんから。ね、だから、自分なりの理解でいいです。ね、自分なりの理解で。ね、それで、こういう趣旨かな。そういうふうに考えてみて。ね丸は。罰はさっき言ったように、どこが誤りかしっかりとえぐり出す。ね、自分なりにしつけてもいいし。いいですね。そういう形で。で、最後。必ずこのテキストに書いてください。テキストっていうのはもちろん、こちらです。合格基礎テキスト。こちら。 ですね、これの該当箇所例えば問いの27番であれば7ページを開いてそのテキストの該当箇所に印をつけてください印をつける、ね、で大半が特に星3つレベルであればねこの講座内で私がご説明して大抵もうピンクのマーカーで印をつけてる場合がほとんどだと思いますけど中には星2つとかになるとねこの講義内で取り扱わない知識も出てきますから全部をこの講座内で、ね、取り上げるってもう物理的に不可能ですから。 ね、そうしますと、ね、そのまだ印をつけていないそういう箇所も出てくると思いますからその場合はテキストの該当箇所にご自分で印をつけてください。ね、別にピンクのマーカーでなくても何でもいいですから、ね、そうやって過去問を一個一個やりながらこっちもそうですよこれ問いの28番残念ながらテキストに載っけてません、ね、こういうものについてはテキストなしっていうふうに表示してます。でも一応、ね、それらしいいいページを開けてて、ね、余白ににに書き込むとかこういうテキストに載っていないのは逆に テキストに枠にね、書き込むとかしてってください。そういう形で一個一個、必ず最後はテキストのね、これもなしですけどね、該当箇所ね、開けてね、もう印がつけてついてあれば、この講座内で取り上げて、印がついてればそのままでいいですけど、もし印がついてない、あるいはテキストに載ってないんであれば、自分でね、印をつけたり書き込むとして、全部知識は、この合格基礎テキストですね、こちら、これに集約をしてってください。 知識は全部、ね、あの情報は一つのツールに集約するっていうのが、ね、これが試験勉強のセオリーです、ね、常にあっち見たりこっち見たりってんでこれも勉強はねもう非常に効率悪いでしょう特に本試験直前を意識すればもう教材は一つにした方がいいでこれだけ見ればいいよ、ね、そういうふうなものを作っていって直前はそれだけを見て頭に詰め込んでいけばいいわけですから、ね、もうぜひ情報は一つに最終的には行政法規はこの合格基礎テキストこれを見れば ね、パラパラって見ればもう過去問で聞かれてるところはもうほとんど印ついてるわけですよ。そうでしょうこの講義をしっかり聞いて私がね指示するところを印つけてあとそうでないところも足別で補っていけば過去問で聞かれてるところはほとんどテキスト内に見れば印がついてますからあと本試験直前このテキスト一冊持って、ね、例えば皆さんお仕事の行き帰りの電車の中バスの中でもそうだけパラパラって見れば過去問で聞かれてる知識を確認できますから。そうでしょう だから本当に効率的な勉強できますんで。いいですね。最終的にはこの合格基礎テキスト一冊けね、もちろん鑑定量もありますけど、行政法規はこの一冊け持って本試験会場に行ったらいいですよ。で合格と。そういう形です。いいですね。で、あとね、一応、さっきもちょっと申し上げたんですけども、一番最初にね、この足別に取り組んだ時はね、まだちょっとこの知識がね、頭に入ってない。で講座一回聞いただけだから。 なかなかちょっとね、問題、考えろって言われても、なかなか丸か罰か分かんないことも多いと思います。ですからね、これ、一回目にやるときは、とりあえず問題文読んだらね、一応自分の頭の中で軽く丸か罰か考えて、すぐね、すぐですよ。すぐ、右の解説見ちゃってもいいです。どういうことかというと、あまり考えなくていいです、ね。考えるっていうのはね、やっぱり材料が必要でしょ。そのために知識を仕入れてなきゃいけない。 だけどまだ1回目に足別取り組むときってなかなかまだ知識は定着してないでしょう。そこで考えるどうかなって。これ時間の無駄ですよ。ね。だから1回目のときはね、問題文読んだらすぐ右の解説ページ読んじゃってもいいです。ね。で、一応この足別ですけども、回数はね、別に決まりありません。ない。中には1回だけで受かっちゃう人も結構いますよ。だってね、さっき言った1個1個足を検討しながら全部テキストに。 こうやってて集約していけばもうあとはもうテキストだけけ見ればいいわけだから何回も足別やる必要ないだから足別1回だけで受かったと人も結構いらっしゃいます。だけど、まあ、私が見てる限りでは34回ぐらいですかね足別最終的に3回4回ぐらい回す方が、まあ、結構多いかなっていう感じはいたします。まあ、これは結構個人差がありますんで別に何回ってそれ決まりはありません、ね。もちろん3回4回中には5回から6回回す方もいいらっしゃいます現にいらっしゃいます。 ね、でもそういう方も全部の足を毎回やってるわけじゃなくてもうこれ分かるからいいやってそういうのはどんどん飛ばしてって何回やっても間違えるやつだけやるそんな形の方が一番多いですねだから回数は気にしなくていいですね最終的にはこの過去問で聞かれてる大事な知識自分の頭に入るかどうかこれがポイントですからね回数気にしなくていいですからねそんな形です、ね、今ずっとねやり方をお話ししてきましたけどもねじゃあだったら結構ね こういう方多いんですよ。だったら、これだけやりゃいいじゃん。足別だけやりゃいいじゃん。こういう方結構いらっしゃるんですよ。結構勉強慣れしてる方ですね。勉強の、要するに、ちょっとね、まあ、テクニックっていうか、そういうのに結構たけてる方は、過去問から出るんだったら過去問だけやりゃいいじゃん。こういうふうにおっしゃる方いらっしゃいます。でも、でもなんですよ。ね。やっぱり過去問だけいきなりやってもね、その前提となる知識、これしっかりと押さえておかないと。 本当に知識バ、ね、バラバラに頭の中に入ってきますから、ね、だかららだ短期間で受けるんだったらまだしも、ね、ある程度のスパン勉強しなきゃいけないっていうんであればやっぱり知識を整理していかないと本番で使えませんから、ね、使えない知識なんか頭に入れても意味ありませんよかえって混乱しますから、ね、だからまずはちょっと急ごうはまりじゃないけどこっち、ね、このテキストで講義を聞きながら各法律の重要な知識をしっかりと、ね、焦らず 押さえてていってくださいその上で、ね、足別に移る方が一番確実です。いきなりこれだけやって、ね、これから着手してこれだけやって終える方いますけど、私が見る限りではあんまり成果は出てない感じがいたします、ね。焦らず、まずこっち。よしですね。こんな形で。で、あと、まあ一応ね、やり方ですね。 ちょっとお話をいたしましたけどもあとですね、まあ、この行政法規なんですけどもちょっとテキストですねもうこの後ね都市計画法から見ていきますけどもよいしょちょっとこちらね箸書きちょっと見てくださいで箸書きの次ですねこちら合格基礎テキストですよ合格基礎テキストちょっと一応しましょう目次が上がってますこちらで都市計画法建築基準法 で3番目の土地区画整理法、4番目の都市再開発法、そして5番目のマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、いわゆる円滑化法って呼んでますけど、最初のこの5つですね、5つ、これが非常に重要になってきます。またこの後お話し,します、お話し,しますけど、ね、非常に重要です。従いまして、ね、 この法律5つで、この合格担、ごめんなさい、担当合格講座全14回のうち、半分ぐらいを使うと思ってください。大体7回ぐらい使って、この最初のこの5つですね。これをご説明していきます。非常に重要なんですよ。で、しかも非常にボリュームがあります。ね。従ってこの5つはじっくりやらないとなかなかものになりません。 当然、本番でも得点できませんから。ね。この5つは全14回のうちの半分ぐらい時間を使うと。ね。いうふうで、ことで、一応ね、ご承知をお聞きください。ね。あれ、まだ、まだやってるよ、まだやってるよ、じゃなくて。ね。一応、全部の14回のうちの7回ぐらい、この5つの法律に使いますから。でもね、これが終わっちゃうと、6番目の都市緑地法以降ですね。そんなに突っ込んでやるような法律あんまり出てきませんから。ボリュームをそんなにありませんから。 ね、だから5番目まで終わっちゃうと6番目以降は結構ねハイペースで進んでいきますから全然心配しなくていいです。全然ですねじゃらね。であとそうですねうんとねもう大体お話ししてきたんですけどもあとこの行政法規ですね行政法規をまあ勉強する時の一つのまあポイントとして理解はざっくりでいいです。ねさっきも言ったように。 一個一個正確な知識を抑えるのできません。調べる書籍もそんなにないし、一個一個役所に問い合わせるわけにもいきませんから。だから、自分なりの理解で結構です。それが仮に間違ってても構わない。だって検証しようがないじゃないですか、そもそも。ね。自分なりの理解でいいから。ね。そこは心配しなくていい、この規定は、この条文は、この制限は、こういう趣旨かな、こういうものかな、こういう内容かな。自分なりの理解で OK です。いいですね。だから理解はざっくりでいいから。その代わり、 暗記は正確にやってください理解はざっくりしかし暗記は正確これが行政法規を勉強する時のやっぱ大事なポイントになってきますね暗記は正確でないとね問題解けませんからよしですね理解はざっくり、ね、暗記は正確これをぜひねモットーにこれから行政法規頑張ってってくださいよしですね あといろんな本試験のデータにつきましてはねもう皆さんあの国交省のホームページでねご覧になられてるかなと思います大体いい一時の担当につきましては合格率が大体いい32%から3%ぐらい大体いい3人に1人が通っていきますねあと合格点につきましてもこれも国交省が発表してますけどもここ3年間直近3年間でいくと2015年が147割ですね200点満点の147割 ちょっっと高かった、ね、この時問題がね、すごい優しかったんですよ。優しかった。で、次の2015年、これが127.5点でした、ね。で、その次の、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、今、まあ、4年ちゃん言っちゃいますよね。で、次の2017年、これが135点でした。で、まあ今年って言っちゃっていいのかな、2018年、ね、これが137.5点でした。 2015年が140 2016が2017がが、ね、一番最新が点ですねでさっきも言いましたけど毎年上位3分の1でこれ合格ライン引いてますからだから問題が優しければ当然合格ライン上がるんですよ合格率が一定ですから逆に問題が難しければ、ね、合格ラインは下がるってことだからあんまり合格点は気にしなくていいです。 よく、ね、先生何点目指したらいいですかね質問される方いらっしゃいますけどあんまり意味がない。ね、ただ国交省がホームページでおおむね7割を合格点とするというふうにはっきりと言ってますからだから7割140を大きく超えて例えば145とか150とかそういうのが合格ラインになることはまずありえない当然国交省非難浴びますからそんなことはしない。おおむね7割って言ってるだから一応さっき言ったように2015年が、ね、非常に高かった140ですけど それ以降はもうね、その140未満ですからね。ですからあんまり点数気にしないで、とにかくね、しっかりと足別ですね。足別をしっかりとやっていくようにしてください。ね。で、本当にね、これから全14回ね。これから、私今結構ゆっくり喋ってますかこれはどんどん私早口になりますからね。で、そういう時はうプチッと止めてください。ね。あのパソコンになる DVD プレイープチッと止めて。で、しっかり形に残していってください。いいですね。結構早口になりますから、ちょっと覚悟してくださいね。 いいですね。じゃあ、中身に入っていきましょう。で、改めて、こちら、合格基礎テキストを開けてください。で、今度ね、えっ、ー、とね、目地の次です。ここ開けてください。左のページが、えっ、ー、と、出題法令 A 群編って書いてありますね。こちら。で、右が、出題法令 B 群編というページ。ここから見てまいります。よいしょ。で、これ。 上のこの数字ですね、横に並んでます。これ、年度です。過去10年間。一応、平成29年まで。ちょっと政策時期の関係で。これね、ちょっと、29年になってます。一番最新がね。で、法律名がずらずら縦に上がってますけども、丸は、出題されたっていうのを表示してます。そうすると、英軍っていうのは、これ皆さんご覧になって分かると思うんですけど、毎年出る法律を指します、これ。これ一応、レックで、便器上ね。 レックの方で弁義上つけた名前ですけど、一応 A 軍って呼んでます。A 軍と来たら、あ、毎年出る法律だね。そういうふうにご理解ください。で、今度向かって右側、こちら。こちらもレックで、ね、弁義上一応 B 軍って名前つけましたけど、これもご覧になって分かる通り、こちらは、年によって出たり出なかったりする。そういう法律です。ね。A 軍、B 軍。で、一応、国交省のね、発表では、出題法令、ね、これ、全部で37あります。 ね、でも、ご覧のように、すべてが毎年、ベターと出るわけじゃないってこと。ね。毎年出る A 群と、年によって出たり出なかったりする B 群ね。この二つに大きく分かれると、二分できるということになります。であれば当然、さっき言ったように、大事なのはこっちでしょう。A 軍ですよ。毎年出るんだから。まずこっちからしっかり手をつける。ね。で、さらには、ちょっと大きくしますよ。こちら。 この法律名の左横に私がね、これ手書きで数字書き込みました。これ何を指しているかというと、出題問題数です。出題問題数。都市計画法は毎年出るだけじゃなくて、5問出てるんですよ。建築基準法も5問。都市区画整理法は2問。都市再開発法も2問。で、円滑化法と文化財法、これ1問です。ね、これ数字が載ってないと、これ1問ってこと。 で、またさらにその下、不動産の鑑定評価に関する法律。これも2問です。で、下全部1問。ずっと。であれば、まず英軍からしっかりやる。その中でも、特に都市計画法と建築基準法。この時計研究って、よく略してね、時計研究って言い方しますけど、この2つで10問なんですよ。で、皆さんご存知の通り、ね、この行政法規担当で40問出る。40問中の10問。 すなわち四分の一がこの二つの法律から出てるんですよ。だからこの二つの法律やるだけで、もう四分の一の勉強終わっちゃうんですよ。だからさっき言ったように、ね、全14回のうちの半分、7回ぐらいをね、この上の5つ、ね、結構内容ありますからね、これ、これに時間を割きますよ。そういうことなんですね。で、あと、土地格せ理法も2問ね。で、特にこれね、皆さんの中で宅検をやりになった方は、もう、 結構馴染みがあるでしょ。都市計画をやったでしょ。建機もやったあ、建築基準法もやった。都市拡散法もやったね。だからやっぱりね。宅建をやりになった方は非常に有利ね。この鑑定士試験有利そういうことなんですね。でもね、別に言い作るわけじゃないけど、宅建やってないよ。って方もね。別に全然気にする必要ないですよ。もちろんその分ね。やってる方よりもね。あの勉強は勉強で当然増えちゃいますけどね。でも最近ね。やっぱね。 卓研員全然やったことありませんとで不動産系のね仕事をやってるわけでもありませんでも鑑定士取りたいですって言って入ってくる方結構増えてるんですよ以前はねむか以前とか昔は卓研員やりました次鑑定ですって方が圧倒的だったんでけど最近そうでもないんですねじゃあそういう方受かんないかというと全然違います結構短期でも受かって方いらっしゃるんですよ特に年明けから勉強して全く卓研やってないですよ全く卓研もやったことないんだけど勉強して 受かっちゃう方も結構いらっしゃいますんで。だから、宅検やってないよっていうのは別に多い目に感じる必要は全くありませんから。ね。それだけちょっとね、申し上げておきます。で、ちょっと続きますよ。で、下ずっと降りていっていただきますと、下二つ。三角です。土地収容法と不動産登記法。で、不動産登記法はこれ宅検でもやってます。ね。だから、逆に言うと宅検でやってない方は、これ飛ばしていいです。そういう趣旨です。 三角は無理に手をつけなくていいですっていう意味なんですよ。ね。卓剣でやった。不動産東京宅卓でやった。まだ覚えてるよって方はやってください。でもそうじゃない方は手をつけないでください。これ宅剣でもね、不動産東京、これ一問出るんですけど、やっぱかなりね、時間かけるんですよ。10時間近くね、やっぱやる場合も結構あるんですよ。ね。で、行政放棄でね、この不動産東京でそんなに時間かけるだけ行きませんから。 当然、他にも法律ある。もちろん、鑑定理論もやんなきゃいけない。で、そういう費用対効果を考えると、不動産投機法については、宅見で、あるいはね、土地家屋調査士とか、あるいは司法書士だとか、そういう他の試験で勉強したいよっていう方だけやってください。それ以外の、全くやったことないとい方は手をつけない。これが一番よろしいです。三角はそういう意味です。で、土地収容法。これは皆さんの中でね、以前勉強したことがあるよという方はあまりいらっしゃらないと思います。ね、これはね、 宅建でも出ませんねこれは非常に範囲が広いんですよ。でしかも構造が結構複雑で難しいです。で出るのはやっぱり1問。でやっぱり費用対効果考えるとこの土地収容法にね時間かけるのはちょっともったいないよなってことで基本三角にしてます、ね。一応この講座の中でもねちょこちょこご要望があるんでね一応今回、ね、2019年は軽く一応アウトラインはね触れようと思いますけど深入りはしなくていいです。 もう取れたら儲け物。取れなくてもいいや。それぐらいの気持ちでいてください。土地収容法。いいですね。で、今度右のページ行きます。で、こちらがね、さっきもご覧いただきました B 群で、土地によって出たり出なかったりする法律。で、ちょっと上のね、この矢印。これ何なのかなっていうと、一応ね、この表のすぐ下にもね、一応これコメントをしておいたんですけど、これどちらか一方が出る関係なんですよ。結構面白いんですよ。これどちらか一方、どういうことかというと、都市緑地法が出た土地。 ねまあ、これ平成20年ちょっとねこれ同時だったんですけど21年以降がそうなんですよ都市緑地法が出るともう一つの景観法がお休みで景観法が出るともう一つの都市緑地法がお休みってことでこれ交互に被災される関係に立ってるんですね平成21年以降これそういうい意味ですこれ結構変わってるでしょ、ね、であとこれさらにずっと下を置いていっていただいてあ,あとね大変 <laughs> 宅建おやりになった方には申し訳ないんですけど宅建業法もねこれ一応 B 軍になってます B 軍、ね、ででもほとんどね、まあ、平成21年以外はねここ10年間毎年出てますから一応 A 軍と思っててください毎年一応1問は出るということでねであとちょっとまた下行きますともうちょっと大きくしよう道路法と河川法等っていうのがあります、ね、河川法等これ等っていうのは海岸法という水面埋め立て法を指すんですけどもこれもやっぱりねどちらか一方が出ると他方がお休みとそういう関係に立ってますでその下 自然公園法と自然環境保全法。これも同じなんですよ。やっぱり一方が出るとね、他方がお休み。他方が出ると一方がお休みと、こういう関係ですね。面白いでしょう、これね。で、一番下。四つ。これやっぱり三角です。基本手付けなくていいよ。ね。これ、いわゆる不動産証券化関連法令と呼んでいます。資産の流動化に関する法律。不動産特定共同事業法。投資信託及び投資法人に関する法律。いわゆる投資法ですね。あと、金融商品取引法。 4つこれね不動産証券関連法令これもある程度範囲は限定はされてるんですよ出題される条文も限定はされてるけど専門性が高いです非常に従いまして予備知識ですねもうこういうこちらの関係のね仕事をやってて予備知識ある方はやっていただいて構いませんけどそうじゃない方、ね、は基本的に手をつけなくていいです従いましてこの4つねこれはこの講座の中で基本的に飛ばしますからね一応その点ご承知をお聞きください いいですね基本この4つねこれも飛ばしちゃっていいですそうするとちょっきの左のページねこの三角が3つありましたね三角が3つあった土地収容法不動産登記法 A 軍ではこの2つが三角だったで右の B 軍ではこの不動産証券化関連法令この4つねこれが三角だったこれ私以前からねこれ裏三兄弟って呼んでます裏三兄弟これ裏なんですよもう基本的に手つけなくていいよ 実際、もう去年までですね、2018年、えっ、ー、と、2018年、えっ、ー、と、2017年、昨年度までですね、昨年度までは、もうね、基本もうここは完全に飛ばしてたんですよ。まあ、やんなくていいよ。それでも、いっぱいうちから合格者出してますからね。ねただ、最近結構ね、ある程度時間的余裕があるって方が増えてきてるんですよ。あの、仕事、ね、お持ちじゃなくて、勉強だけできますよ。そういう方からね、土地収容法もちょこっとあの講義 あのお聞きしたいですっていう声がちょこちょこ上がってきてるんで一応まあ今回ね、まあ、軽くさっきも言いましたけどアウトラインだけねこの辺お話をいたします土地収業法とあと不動産東京も軽くねこれ宅建でやったとかいう方以外は手を付けないでほしいですけど一応軽くこの2つはアウトラインだけね一応触れますでもこちらの不動産証券化までこっちまでさすがにもう時間がまずないですほとんど従いましてこれは切りますんで完全にこのこう講座の中でも取り上げませんからねその点はご承知お聞きくださいこんな形 まあいろいろ傾向がありますね一口に37の法律が出るよって言ってもね毎年出る A 軍と年によって出られなかったりする B 軍でさらには A 軍の中でも複数も出るね都市計画法とか建築基準法とかそういうのもあるよってことで当然ねこの A 軍の中の時計研究をしっかりと固めていくこれが大事ですからですねであとちょっと続けますよあとねまたご自分でご覧になっていただければいいですけどもねこれ この下から3段目の不動産特定共同事業法これ不動産承継化関連法令の一つなんですけどもこれ平成21年これ黒丸になってます一応ここにも載っけておいたんですけどねこれ出題範囲外からこれ国交省が間違って出しちゃったんですよ従ってこれ没問です、ね、この時は全員に受験生全員に1問2.5点をまあ振ってくれたとそういうことです、ね、もうちょっと。 ね、こ,あこんなこともやるんだな、国交省もこんなミスやるんだな、ちょっとこれは一回ね、頭通しとけばいいです。で、あと、ちょっと次のページですね、こちら。これ、参考資料の1、あと右のページ、参考資料の2ということで、で、ちょっとこちら、参考資料の1ですね、こちらちょっと見ていきたいんですけど、その前にちょっと一息入れましょう。 はい。それでは第2ユニットに入ってまいります。ではちょっと改めてですね、こちら見ていきましょう。で、まず左のページ、参考資料の1ですね。で、これ何を乗っけたかっていうと、行政法規でこの後頻繁に出てくる言葉の意味です。で、イメージです。イメージ。正確な定義ではなくて、あ、こんなものか。ね、そんなイメージを押さえていただければ OK なんで、それぞれの言葉のイメージを乗っけました。ね。で、 これで入るかなちょっとまず1の広告広告これこの後頻繁にいろんな法律で出てきますで広告っていうとこれ昔本当に昔であるとねこれなんですよ地元の市町村役場の掲示板への掲示これがまあ広告の典型例って言われてましたけど今日では随分ね今インターネットが普及してますんでねこれインターネットへの掲載とかもこれ広告に入ってきますでちょっと見ておきますよ官報これは国が出す新聞です 基本毎日出ます漢方、ね、あと新聞これ一般紙あと広報っていうのがありますねこれはあの国じゃなくて地方公共団体が官報に準じて発行する、ね、文書これを広報って言ってます、ね、あるいはインターネットへの掲載、ね、これ今大抵の地方公共団体、ね、これ国もそうですけど地方公共団体なんかでも、ね、それぞれホームページ持ってますからそういうところへの掲載これもやっぱり広告に入ってきますんであと昔からの典型例ね 地元のね小村役場の掲示板への掲示こういうのが広告というふうに思っといてくださいであと次の「丸にですね「縦覧あと「閲覧」ねまあこれあ,あそんなもんかぐらいでいいですよこれはねで柔軟っていうのは観光庁などが広くあの書類等を住民に見せるね観光庁の方からねこれ見せるで閲覧が逆ですね閲覧これは利害関係者による請求を受けて観光庁などが書類等を見せると。 まあ、要するに言われて見せると。そんなイメージで結構です、この二つは。閲覧はそうね。あと、なんがその逆で。ね、これ言われなくてもまあ見せると。ね。この二つはそんなイメージで見とけば OK です。で、次の、ちょっとこれ大きくしますよ。これは、ちょっとしっかり押さえていきましょう。次の丸三。許可、認可、承認、届け出。これもね、この後、いろんな法律で頻繁に顔を出す言葉なんですよ。で、まず、一番上の許可。 許可これは何かというと原則禁止なんですよやっちゃいけないよ。で例外的にやっていいよっていうその禁止を解くのを許可って言ってます。許可。例として車の免許だとか医師免許。ね。これ名前は一般的に免許免許って言ってるけどこれ法律上は許可です。許可。車の免許持たない人は車運転者ダメ。ね。例外的に運転していいよ。でこれ免許ですから。法律上は許可です。で 医師免許これもそうです医師免許持たない人は治療行為やっちゃだめだよこれは例外的にやっていいよ、ね、この禁止を得のこれ許可、ね、免許って言ってますけどやっぱこれも許可ですからねであと次の認可と承認これは大体同じようなイメージで見といてくださいともに両方とも原則 OK ですただ対象がちょっと違う、ね、これちょっとね法律を専門的にやった方が特に民法をやるとねこれ結構しっくりくると思いますけどねこれ 法律行為に対する同意。ね。これが認可。で、法律行為じゃなくて、あくまでも事実行為に対する同意。これが承認というふうに言われてます。で、でもこれちょっと民法やらないとね、そもそも法律行為って何なの事実行為って何なのそんな感じですから。ね。だから別にここは意味は覚えなくていいです。ただちょっと対象が違うんだな。対象がちょっと認可と承認で違うんだな。ぐらいの感覚で OK です。いいですね。こんな形で。で、一番規制が緩やかなのが 最後の届出これはもうね例えば婚姻届とかあんなイメージで見てくださいねっ観庁ね監督官庁への通知通知ねそんなイメージでで一番下にコメントュロの受け取れたんですけど括弧1が一番規制が厳しいです許可が原則禁止だからこれを例外的に解くねだから許可が一番規制が厳しいで2番と3番この認可と承認が規制の程度としては中間と思ってください同じぐらいねで 4番が一番規制が緩いと。このイメージはしっかりとお持ちになっててください。許可が一番厳しい。特にこれね。よろしいでしょうか、ね。この後、いろんな法律で勉強するときにね、このイメージを使いますから、許可が一番厳しいと。いいですね。で、あと次。これも一応押さえておいてください。これも、この後いろんな法律で使いますから。勧告と命令の違いです。勧告と命令の違い。 韓国っていうのは法的強制力ありません。従って違反しても罰則はないんですよ。罰則ない。ね。その意味では、これ強い要望。こうした方がいいですよっていう、まあ強い要望。そんなイメージですね。韓国っていうのは。で、命令はもうこれ名前の通りもう皆さんね、なんか非常になんかこれね、これ結構きついイメージがあるでしょ。これ法的強制力あります。従って違反すると罰則がありますから。ね。これ二つ、しっかりと あの立て分けといいください勧告は罰則なし命令は罰則あり、ね、例えば避難勧告となるとこれは法的強制力ないから、ね、その避難勧告に背いても罰則はないでも避難命令,避難命令これは法的強制力ありますから、ね、その命令に背くと、ね、このあと罰則を受ける、ね、罰則を適用される恐れがあるということになります。であと これもちょこちょこ出てきますけど、これ別に一回、あ、そうですかって感じで頭を通せばいいですね。政令指定都市。これ人口50万以上です。ね。どんな市が当たるのか。これいろんなホームページで調べてみてください。ね。これ。これ。都道府県から広範囲な事務の異常を受けます。これ。非常に権限大きいです。政令指定都市っていうと。都道府県レベルの権限持ってると思っててください。ね。一応人口50万以上。で、あと中核市。ね。これ人口20万以上。 これ、事務以上を受ける範囲は、ね、上の政令指定市よりは狭いと。でも、ある程度の権限は付与されると。そんなイメージですね。やっぱ人が多いですからね。で、あとね、6番。これはね、この後、法律だとか、政令だとか、省令だとか、ね、これ皆さんが、この行政法規を勉強する上で、ね、必ず目にする言葉なんですよ。で、一応これ、建築基準法例にして、これあ、全部例です。ね、建築基準法っていうのでは、これは法律だよ。これは国会の議決だよ。 で建築基準法施行令。施行令、ね。これ例として。これはいわゆる俗に政令、政令って呼んでます、ね。これは内閣の閣議決定によるものなんですよ。政府。政府の出す命令なんですよ。政府の出す命令。だから内閣なんですよ。内閣。ね、で、あと、建築基準法施行規則。よく規則規則って言います。これは、省令。略すと省令っていう呼び方をします。これは各省庁で定めますから、担当大臣の決定なんですよ。 一応これもざっと頭一回通しておけばいいです。法律はわかりますよね、すぐね。あ、これは国会だよね。国会ね。衆議院参議院のね。あれですね。両議員の可決ですよね。ねあと、政令と省令って聞くとね、結構、えー、先生これ何だったっけって方結構いらっしゃるんで。一応ね、ちょっとイメージだけでいいです。これが、これが別に試験に出るわけじゃありませんからね。ねちょっとイメージだけお待ちになってみてください。いいですね。これが参考資料の1。ね、あと今度右のページですね。よいしょ。 こちらが参考資料の2で。で、これはね、3つの法律を並べてます。土地区画整理法、都市再開発法、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律。ね、俗に円滑化法って呼んでますけど、ね、名前上がってます。これ実は、ね、ここにも出てますけど、3つとも手続き法なんですよ。手続き法。ちょっと書いておきましょうかね。 手続き法ちょっと私左利きな左ど,どうしてもね書くと字が隠れちゃいますけど手続き法です手続き法この3つは3つで手続き法ですから手続きの流れが勉強する上で大事なポイントになってきますですねでそれを比較してるんですよこの矢印ねこれ上から下に時間が流れていくっていう,うに見てほしいんですよ上から下に ね、時間が流れていく、ね、手続きの流れを対比してます、ね、内容についてはまたそれぞれの価値でやりますから、ね、ちなみにこの3つ皆さんどっかで名前見てませんいやまだ始めたばっかだよ <laughs> でも皆さん見てますよ目次のこちらこの3つです土地区画整理法土地再開発法円滑化法ね手続き法でやっぱり ある程度、手続きの流れ、ね、踏み込んだ勉強必要なんですよ。だから時間かかるの。いいですね。この5つ。ね、とにかく時間かかりますから、ちょっと覚悟して、ね、やっていきましょうね。で、一回戻りますよ。で、あと、この、鉄参考資料の2ですね、もう一つ下に表がか,かってます。これも、やっぱりこの、ね、手続き法3つ、これを対比してます。で、最終的には、 ちょっと違うこれほんと字がちっちゃくてごめんなさいこれ最終的にはこの四角の中を埋められるようにしてきますねまたそれぞれの法律でやりますからこれそれぞれの組合施工っていうのねこれを対比したんですよまたそれぞれの歌子でやりますからねその意味でこれね非常にこれ三法とも手続法という点で共通しかも手続きの流れもね非常に似てるんですよこの3つだから私これこの3つをね表3兄弟って呼んでますこちら表3兄弟 さっっきのの兄弟の逆ですすねここれれつはしかりりやま詳しくはそれぞれの歌詞でやりますからよろしいでしょうかねまあ一応こんところですいぶんねいろいろ喋ってきましたけどよろしいですかねまたそれぞれの,、ね、あの中でまた,、ねいいたね、またいろいろね思いつく思いついたらねまたいろいろねコメントしてきますんでねじゃあこのあといよいよ中身に入っていきましょうでテキスト開けてくださいえっとね1ページ 入っていきましょう。都市計画法。いいですね。で、これはもうね、英軍、毎年出ます。しかも、5問、5問出ますから。いいですね。で、この1ページですね、一応ここの図ですね、ここの図。これ一応、この都市計画法の全体像、これ示してるんですね。で、一応、ちょっと書き込みますよ。 都市計画区域これがまあ1番で右ですねちょっと隠れちゃうんですけどねよいしょこれが2番見えますねもうちょっとこっちの方がいいかなよいしょで今度下ね今度入るかなよいしょこれですね この三つに都市計画法って大別できるんですよ。これ条文見ると結構ボリュームあります。都市計画法。結構ボリュームなるね、法律なんですけど。実は、ね。簡単に言うと、この三つに分解できるよ。分類できるよ。そういうことです。一番。二番。三番、ね。で、それを左の、これ、ね。こちら、これ側柱って言います。側柱。 側中,、ね、中って言います。側ねこれ左側のこういう欄をこの後もね「側中側中」って言ってきますから「側中側中」ってね左側の欄で説明してあります。でちょっとこれねマークしちゃってください。ね、さっきも申しましたけどこの青はねまあこれ趣旨あるいはまあここは目的ですね。まあ簡単に言うと理由です。理由。都市計画法が定められた理由。 どんな理由でこの都市計画法って作られているのね。これちょっと印つけといてくださいあとちょっと下もね一回ざっとねご覧いただきますちょっと先に印だけつけちゃってください町づくりの場所都市計画区域町づくりのプラン都市計画でちょっと下いきますよで町づくりのプランに反することをさせないで開発行為の制限土地都市計画事業制限ものづくり道路建物などね。先にちょっとこの辺ねマークしちゃってください で,す、ね、でちょっと見ていきますよでまずコメントねこれ都市計画法ってどんな法律かというと計画的的な街づくりを目的とすする法律です、ね、これちょっと頭入れといてくださいねこれで言い換えると段階発を規制するむやみやたらと道路公園を作らせないそういう法律なんですよ、ね、これは一応計画的なまちづくりこれは頭入れといてくださいでこの後都市計画法を勉強し してい,くとね、いろんな制度が出てきますけどあこれ全部計画的なまちづくりのための規制なんだな段階発をねこれ抑制するそのための規定なんだな、ね、そういうふうな形で見ていくと知識が整理できてきますからいいですねこちらで覚え方ですけどもね都市計画を計画的なまちづくりってことなんだけどこれね名前見てください名前。 計画的な街都市は町でしょ計画的な町づくりの法律とか都市計画法は計画的な町づくりを目的とする法律だよまた、あ、も入りましたねね、まあ言い換えると乱開発の規制で,す、ね、でよいしょ今度はその下いきますよでこの計画的な町づくり乱開発の規制のためにまず場所を決めます むやみやたらと道路公園を作らせない。そのためには、まず、街づくりの場所を決める必要がある。これを、都市計画区域って呼んでます。これ、この名前覚えておいてください。都市計画区域。宅建をやりになった方はまだ覚えてますね。これ頻繁にこの後ね、もう数えきれないくらいこの名前出てきますから。ね。で、都市計画区域。これも難しい専門的な定義はあるんだけど、そんなの覚えたって意味がないから。これですよ。街づくりの場所ですよ。これでいいから。 ね、だから都市計画区域ときたらあこれ町づくりをするための場所だね場所だね,ねこれが分かるようにしとけば試験対策上は OK ですからね場所で場所を決めた都市計画区域まず1個目、ね、で場所を決めると次に町づくりのプランを決めるどんな町にしていくのか純粋な住宅街にするのか、ね、この商店街にしていくのかあるいは工場地帯にしていくのか ね、そういうちづくりのプランを決めるこれが都市計画です都市計画これもこの言葉を覚えちゃってくださいこれもこのあと数え切れないくらいかこの名前ねこの言葉が顔を出しますからでこれも難しい定義なんか覚えなくていいんですよもうちづくりのプランですよちづくりのプラン都市計画ときたらちづくりのプラン、ね、これで試験体策所 OK ですからねよろしいでしょうかでこれいろんな種類がありますこれもこのあと見ていきますじゃそれがこの右の図の以上 私がこのねちょっとごめん <laughs> 本当フリーハンドで汚いんですけどね二でくくったこれ全部都市計画です都市計画町づくりのプランを指してますからいいですねじゃ次今度で場所を決め町づくりのプランを決めてもねそれに反することをやすやすと認めたんではやっぱり計画的な町づくりはできないそこでちょっとお聞きしますよ 町づの,のプランに反することをさせないようにする必要がある。ね。その一つが開発行為の制限。これは土地関係です。土地関係。ね。もう一つが都市計画事業制限。これものづくりって言います。ものづくり。簡単に言うと、一番本当に簡単に言うと建物なんですよ。建物。だけど、もうちょっと厳密にいくと建物だけじゃなくて、そのね、道路とかも入ってきます。ね。だから土地の上になんか作っていくそんなイメージで見てください。一番わかりやすいのが建物を建てる。 これでものづくりの典型で一応道路も入ってきますけど2つ2つともにまちづくりのプランに反することはさせないとねこれも皆さんの中で宅建をやりになった方はねまたご記憶にありますね開発行為これ宅建でもガチガチガチにやり勉強しますからねこれねこれもねこれ欄開発を規制するためのものだったやりましたね開発行為って非常に大事な分野になってきますねこれ土地です土地 でもう一つの都市計画事業制限というのが土地の上のものづくりってイメージで見といてくださいね土地が開発行為ねものづくりが都市計画事業制限ですともにちづくりのプランに反することをさせないための制度ってことでそれがこちらこの1ページのねこの全体像の図でいくと3番目になります開発行為これ土地ね土地土地で右の都市計画事業制限こっちがものづくり のりってことねでこれが全体像なんですよ条文は多いけどね実はもう簡単にこうやって3つに整理できるよまちづくりの場所まちづくりのプラン、ね、でまちづくりのプランに反することをさせない、ね、こういう3つに分類できるよとかですねじゃあ次どんどんいきますよで今度2ページですね2ページこちらご覧くださいまたねちょっとピンクピンクで ちょっと目がチカチカするかもしれません。先にちょっとこちらをご覧いただきましょうかね。先にちょっと印だけつけちゃってくださいね。こんな形で。ですね。で、あとちょっと下行きますよ。こんな形で。ね。ちょっと先に印だけつけて、あとでちょっと講義を集中して聞いてください。で、あとこちらもね、側中いきますよ。よいしょ。ちょっと大きくして。しっかりマークはしといてくださいね。ね。形に残していってください。よいしょ。あと下ね。こんな感じ。 これもね、あと一番下こんな形でねじゃあいきますよでよいしょ帯番号ですねこれ帯番号って私呼んでいます帯番号1の1都市計画区域これさっきやりましたねまちづくりの場所ですまちづくりの場所ねでまずこれを指定しなきゃいけない、ね、都市計画区域の指定って言いますでじゃあ誰が指定するの誰が指定できるの これがこの指定権者って話。ね。これ権利持ってる人。ね。指定する権利持ってる人。こういうの指定権者言います。で、これも卓研でやりましたね。卓研やった方思い出してください。で、初めて勉強する方はしっかり覚えていってください。都道府県です。都道府県。これ市町村ではありませんから。ね。あの、書き込む方書き込んどいてください。こんな形で。もうどんどんね、テキストに書き込んでおいてくださいね。 こんな形で、ね、よしょ。ね。こうやって市町村って書いて、横にバッテンつけると、あ、これ市町村じゃないよね。ね。市町村じゃなくて都道府県だったよねって分かりますから。ね。こんな形でどんどんね、書き込みしていってください。ね。これは指定権者、都市計画区域。ね。これ正確に行くと、原則都道府県です。原則都道府県。ね。市町、もちろん市町村じゃありませんからね。これバッテンですよ。バッテンね。で、例外があります。例外が国土交通大臣です。 で、例外ってどんな場合かというと、これね、これも正確に覚えてください。2以上の都府県の区域にわたる場合です。例えば、東京と神奈川。ね、東京と神奈川にまたがる場合。この場合は、ね、これ、指定権者が国土交通大臣になります。ですね。東京と神奈川。ね。で、これ、気をつけてほしいのが、これは北海道は入りませんからね。2以上の都府県です。都道府県にはなってません。 なんでかというと、北海道と青森の間、海でしょう。両、ね、二つにまたがって都市計画区域を指定するっていうのはあり得ませんから。だから都市計画法でもね、あらかじめ、もう、ちゃんとこれ、北海道は除いてあると。そういうことですね。北海道は入りません。いいですね。二条の都府県。国交大臣。ね。これ、一つの都道府県内であれば、ね、これ、それぞれの都道府県が指定権者。例えば、東京都。東京都に指定する。 この場合には東京都が指定権者になる。だけどもし東京都だけじゃなくて隣の神奈川にまでまたがる。この時には東京都だけでは役不足ですから。ね、ですからちょっとランクが上がる、ね。指定権者のランクアップする。そんなイメージで国交大臣という風に押さえてみてください、ね。で、次の指定手続きです。これが出るんですよ。これ気をつけてください。これ宅建でもね、少しやるくらいですね。宅建ではあんまりこの手続きもあり。 これ、して、必要な手続きなんですけど、宅券であまり手続きまで聞いてこないんだけど、行政法規はこれがね、もう <laughs>、分ん数が出てきますから、これちょっとカーブしてください。だから、宅券やった方もね、やってない方も、ここはあんまり差がつかないと思う。ね。卓券やった方もね、えー、こんなのやるのやるんですよ。これがちょっと行政法規のめんどくささ。ある意味、皆さんが鑑定士になられるときに、やっぱり絶対ね、あの、仕事すべて必要になってきますから、ね。こういうの頑張って覚えておいてください。で、まず、丸一 これさっき上で見たように原則ですね。都道府県が指定権者の場合。で、丸2が例外です。ね。2以上の都府県にまたがる国交大臣が指定権者の場合。ね。丸1と丸2。2つ手続きがあ、流れが違いますから。で、まず原則系ですね。都道府県が指定権者の場合は、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞く。とともに、国土交通大臣に協議して、その同意まで得なくてはいけない。と。 このマークしたところはしっかりと押さえてください。覚えてください。いいですね。で、関係市町村。ね。やっぱりこれ、地元に一番密着した、ね。地方公共団体でしょ。市町村、市町村、関係市町村。ね。やっぱり地元の実情を一番よく知ってますから、その意見を聞くっていうこと。ね。あと、都道府県都市計画審議会。これ、いわゆる学識経験者からなる第三者機関っていうふうに言われてます。簡単に言うと学者先生の集まり。 ね、こういう学者先生の冷静な意見も踏まえるべき、ね、そんなイメージで押さえてくださいでさらには国土交通大臣に協議して同意までもらわなきゃいけないよということで非常に手続きは厳格ですで次例外これ国交大臣が指定権者の場合この場合については関係都府県の意見を聞かなななきゃいけないけようになってます、ね、結構手続きが、ね、結構簡易化されてますねだけどこれねちょっと見てくださいね これロー,ローマ数字の1番ですこれローマ数字の1番これ下見てくださいこの下をこれ脚って呼んでます脚さっき左側が側中ですよってやったでしょ脚中って今後もこのねこの本文のすぐ下この,、ね、この欄を脚中脚中って呼んできますからねちょっと脚中見てほしいんですけどもこれローマ数字1番ねここにつながってきますこちらねよいしょ で、これちょっと一回見ておきますよ。マークはしてないです。関係都府県がもしね、意見を述べようとする。もちろん、意見がなければ何もいいんですよ。必要ない。だけど、もし関係都府県が意見述べようとするときは、やっぱりあらかじめ、ね、この地元の市町村、関係市町村、あと学者先生の集まり、都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないようになってます。この場合は、関係都府県が聞かなきゃいけない。関係都府県が聞いてあげなきゃいけない。 ここういういとになってますちょっと古いですけどね知識はね一応ね触れときますで問題はちょっともう一回上戻りますよ覚え方ですね私の方で覚えろ覚えろってこれ言うのは簡単だけど皆さんの方はねちょっとって感じなんでしょう、ね、一応できるだけ覚え方もねあのお示ししてきますんでであの一応ねここについては右の3ページちょっとご覧くださいちょっと先取りをして で、右の3ページご覧の図が上がってます。これは今ね。特に左まず左側ね。都市計画区域については、今本文中で全部内容を見たんですよ。これをご覧のような、こういう図でね。整理をしたということなんですね。で。この右の準都市計画区域はまたこの後やりますんで、とりあえずちょっとこっちね。これで写都市計画区域だけ移しますね。よいしょ。で、まず今左のページで見ました。原則ね。つの都道府県で。 定めるこれ原則都道府県で複数の都府県、ね、北海道は入りませんからねにまたがって都市計画区域を指定するこの時は国交大臣だよっていうのをやったでこれ上から下に見てってくださいこの矢印に従ってねでまず原則系都道府県が指定権者の場合には関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞くさらには国交大臣協議しその同意を得るでこれ一応必ずですこれ例外が定めあの規定されてませんから意味は必ずってことです で、最終的にね、指定の広告。さっき言いましたね、広告っていう流れになっていくんですけど、これ覚え方です。覚え方。で、この一つの都道府県のね、とこ見てほしいんですけど、これ指定権者が都道府県になってます。で、この指定権者を基準にして、下であれば意見を聞く。上であれば同意をもらうと。ね、そういうふうに、これちょっと押さえてみてください。これ覚え方なんですよ。覚え方。 都道府県を基準にすると大変申し訳ないけど関係市町村と都道府県都市計画審議会は大変申し訳ないけど下だよね下だったら意見を聞くでいいよねで国交大臣は逆でしょ上ですよだから上には同意をもらうということでこれをぜひねフィルターにしてちょっとこの知識を抑えてみてくださいねこれ例えば会社のねいわゆる職場でもそうでしょ部下に部下に下の部下に 同意をもらうなんてないでしょ。部下にはまあ意見を聞くで足るだろう。でも上司には同意をもらわなきゃいけないよね。上司に意見を聞くなんてちょっとないでしょ。そんなイメージです。そんなイメージをちょっとこれ使って、ね、この知識、もう頭入ったでしょ。ね、押さえてみてください。 で、あと、これちょっと右の関係都府県ね。これ国交大臣が指定権者の場合。当然これは関係都府県の意見を聞くだけで足りますから。ね。もう自分が国交大臣ですから、国交大臣協議と同意のが出てきませんから。これもいいですよね。で、こんな形で、ちょっと左のもう一回戻りますよ。左の2ページのこの手続き周りですね。めんどくさいですけどね。ちょっとこれは覚えてしまってください。よろしいですね。で、あと、ちょっと続けて先にね、この2番の基礎調査までやっちゃいましょうね。 で、基礎調査。これ、都道府県は都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、一定の事項に関する現況及び将来の見通しについて調査を行うものとされるっていうことで、このマークした2箇所はしっかりと押さえてください。都市計画区域に指定すると、もうその後ほったらかしでいいよってわけじゃないんですよ。見直しをしろってこと。見直しをしろと。ね、それが調査、行うってこと。 でこれはきっちり正確に5年ごとである必要はないよってことこれがおおむねなんですよ概ね5年ごとに見直しをすればいいよでも気をつけてほしいのはこのおおむね5年ごとは必ずいるんですよ必ず調査をしなさいよっていうのがこの6条1個の趣旨ですこれ条文見ると例外規定してないんですよだから、ね、これ5年ごと ね、きっちり5年である必要なくて、おおむね5年ごとで足りるけど、その代わり、このおおむね5年ごとに必ず調査、見直しをしなさいよっていうのが、この正確な知識です。で、一応それをね、ちょっと即中いきますよ。ここに載っけときましたんで、ポイント。この調査、おおむね5年ごとでいいけど、しかしそれは必ずやるよ。おおむね5年ごとに必ずやるよってこと。ね。しかし、正確に5年ごとに行う必要なく、おおむね5年ごとで足りるよってことで。 ね、この必ずおおむねしっかりとね覚えておいてくださいですからもしこれちょっと側中だとちょっと覚え,覚えにくいよっていう方はねここに入れちゃってもいいですここにうんとねここねここですねこんな形で、ね、ここに入れちゃってもいいですこれ例外規定してないんで意味は必ずなんですよ必ず。 概ね5年ごとにそれは必ずやんなきゃいけないよってことよしですねであともうせっかくのちょっと側注いきますよよいしょこれ言葉の意味です都市計画区域ねでもさっきおどらい申し上げている通りこんな難しい言葉をいちいちねあの覚える必要ないです、ね、簡単に言うとねまちづくりをする場所ね計画的なまちづくりを行っていく場所そんなイメージでさっき前のページでありましたね 街づくりの場所。こんなイメージでこの都市計画区域を押さえておけばいいです。ね。で、それと合わせて、ちょっともう一回ね、こちら2ページの側中見てほしいんですけど、都市計画区域とは一体の都市として総合的に整備、開発し、及び保全する必要がある区域として指定された場所を有用ってことで。ね。これは一回頭を通しておけばいいです。ね。ガチガチに覚えるっていうよりも。ただね、このアンダーラインを引いた参加者は覚えておいてください。それだけでいいから。ね。 整備開発保全これ重要なキーワードになってきます。整備は、の名前のとり、整える。ね。建物、ね。これ、町づくりを、ね。これ、整備していく。町を整備していく。そんなイメージ整える。開発は新しく作る。じゃ、保全って何保全って。これは、緑なんですよ。 緑を守っていくってことこなんでかというと、緑を守るのも、やっぱり計画的な街づくりに含まれるからです。いいですね。これで覚えておいてください。整備、開発、保全。この3つ、ね、これはキーワードなんで、これは覚えておいてください。この定義自体別に無理に覚えなくていいですからね。で、あと下、このポイントね、県境や市境などの行政区画と関係なく、これ、指定できるよ。指定できるよ。 要するにこれ都市計画区域ですね。都市計画区域を指定する。ね。これさっきもやりましたけど、東京と神奈川、ね、にまたがって指定することもできるんだった。これを指しているだけです。ね。だから必ずしも行政区画と関係ないよ。東京と神奈川にまたがってもいいよ。ね。そういうことです。よいでですね。これ、しっかりと押さえておいてください。ね。行政区画と関係ないよ。 これ都市計画区域っていうのはこれ町の広がりに応じてこれね指定されますんで必ずしも行政区画とねあの直接の関係持たないからってことですねであとね若干細かいんだけどここねちょっとマークしといてください、ね、またこれおいおいあのご説明していきたいと思いますんで都市計画区域の指定案これは公衆の縦覧手続きはいらないよってことで、ね、とりあえずちょっとマークだけしといてくださいまたおいおいご説明いたしますんでね 講師の縦覧に供する必要ないよ案です案都市計画区域案ね、指定案であとこれさっきやりましたね一応これが都市計画区域になりますよい,しょいかがでしょうねもう宅検でやったよって方もあこれは知ってるけどこんな指定手続きまでやらなかったよな ねそういう方が多いんじゃないかなと思います。まあこれが行政法規の特徴でもありますんでね。まあ今後いろんな法律でもこういう手続き周り出てきますけどね。ぜひそういうところもね頑張って抑えていきましょう。じゃあちょっとここで休憩入ります。10分間お休みください。はいそれでは後半の第3ユニットに参りましょう。では改めてですねテキスト2ページのこちらご覧ください。よいよしょ 続いて今度帯番号1の2ですね順都市計画区域を見てまいりますねえちょっと見えますかねこんな形こっちの方がいいかないいですかね見ていきましょうでもうねこの外っていうところも四角で囲ってありますもうこれは絶対覚えてねもう本当ここしかここしか聞いてこないって言うとちょっと言い過ぎですけどもうね集中的にここを聞いてきますんでね 注意して見てて見いくださいいきますよで帯,、えー、と帯番号1の二都市計画区域で縦1ですね準都市計画区域とはってことで都市計画区域外の区域のうちそのまま土地利用を制御しまたは環境を保全するための措置を講ずることなく放置放置すれば将来における一体の都市としての整備開発保全さっきまでやりましたねこれね 整備開発保全これ大事なキーワードですからねに支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定することができるとね。これさっき上で勉強した都市計画区域の頭に準がつきます準がつく準都市計画区域って言いますこちらね。でちょっとこれ即中ご覧ください,いしょこれ一応覚えて,てくださいね これ、純都市計画区域の例、例としては、高速道路のインターチェンジの周辺に指定されることが多いですね。これは、純都市計画区域の例です。高速道路のインターチェンジの周辺。で、これ、そもそも、これ皆さんの中でね、車を運転する方はなんとなくイメージ持ってるかと思うんですけど、こっとこれ図で書きますと、こんな感じ。山があって、 でトンネルから抜けててね山のふもとのこういうところですねインターチェンジね山のふもとのインターチェンジこの辺にまあ順都市計画区域が指定されることが多いということですでこれ車運転する方よく分かると思うんですけどこういうところって当然ながら人あまり住んでいません人が住んでいないねしたがってこっち 都市計画区域に指定されることはほとんどありません。いいですね。そうするとどうなるかってことなんですよ。どうなるか。もし逆に都市計画区域に指定されるんであれば、これはさっきやったように計画的なまちづくりをしていく場所だから厳しい法規制がかかります。厳しい法規制がかかる。だから好き勝手に建物とか建てられなくなっていくんですよ。 でも、残念ながら、この山のふもとのインターチェンジのあたりっていうのは人が少ない。だから、都市計画区域には基本的に指定されない。すると、結構好き勝手の建物が建っていっちゃいます。ね。ラブホテルだとか、パチンコ屋だとか、結構この辺建っていることが多いです。ね。で、それを放置しとくと、ね。将来、この一帯に人が増えて、都市計画区域に指定しようとしたときに、もはや、手遅れになっちゃう。だから、 最初の早い段階で、この純都市計画区域に指定をして、緩やかな法規制をかける。これが純都市計画区域制度の趣旨なんですよ。趣旨。ね。ですから、これね、こちら。ちょっとイメージしっかり持っててほしいんですけど、純都市計画区域のイメージとしては、今お話ししたように、 緩やかな法いいですねこちらね緩やかな法規制それに対して都市計画区域これも今お話ししましたけどこっちは厳しい法規制ですこのイメージはしっかり両方両者お持ちになっててください都市計画区域これはね計画的なまちづくりを行っていく場所だから厳しい法規制がかかります でこの後勉強していきます、ね、それに対して、純都市計画区域、これは都市計画区域ほどではない。だけど、ね、こういう緩やかではあるけども規制をかけて、ね、もうラブホテルだとかパチンコやか簡単にポンポンと立たないようにしていくと。そんなイメージです。よろしいでしょうか。だから、これなんですよ。さっき私読みましたけど、これ、放置、支障。これがキーワードになっていくるんですよ。ね、都市計画区域に指定されない。 そうすると厳しい法規制かかんない。これを放置するとね、将来人が増えて都市計画区域に指定しようとしたときにもはや手遅れ、支障ということ、ね。で、試験で出るところがここです。この準都市計画区域っていうのはどこに指定するかというと、都市計画区域外です。もし都市計画区域内であれば、今言ったように、もともと厳しい法規制がかかるから、改めて、 準都市計画区域ななんてものを指定すすする必要がいいいからですいいですねだから、準都市計画区域を指定する場所っていうのは、都市計画区域外になるよ。これは完璧に、もう、たった今、本当にそれぐらいレベルですね、覚えちゃってください。いいですね。で、例としては、高速道路のインターチェンジということです。で、次、今度右のページ行きましょう。で、これもちょっと先にね、ちょっと印だけつけちゃってください。 これこの辺ですね。あと下はいいですよ。下の図はねマッサラディです。あと側柱ですね。これちょっとねおっちょ大きくしましょう。プラスアルファですね。これ最近です。平成29年に聞かれてますんでね一応ここに載っけてありますんで。あと下ねこれさっきご覧いただきましたねこれねこれもねぜひしっかりと覚え方ですね下には意見上には同意ねでちょっと行きますよで。 3ページのちょっと本文ですね。よいしょ。まずやっぱり都市計画区域と同じく指定手続きですね。指定手続き。まず指定権者。これもしっかり押さえていきます。で、準都市計画区域も左の都市計画区域と同じく都道府県。都道府県。これが指定権者だよ。指定権者だよ。ね。市町村じゃありませんからね。で、あと指定に必要な手続きです。ね。これ当然、指定権者が都道府県。 で、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないと。ね。一応押さえておいてください。で、基礎調査。こっちは結構ゆるゆるでしょゆるいでしょ必要があると認めるときは調査を行うと。さっき左であった都市計画区域のところと全然違いますよね。こちらは必ずですよ。おおむね5年ごとに必ず調査をやんなきゃいけなかった。ね。右の 準都市計画区域は必要がある時でいいよってことですよ。簡単に言うと。必要があると、ね、時にやればいいよ、うんなあ。しょっちゅうやる必要ないよ。そんなイメージですよ。ね。なんでかというと、これです。ここの規制は緩いから。いいですね。こんな形で全部繋げていってくださいね。そうすると頭の中整理できますからね。こちら。よろしいでしょうか。で、あと、さっきもね、ちょっとこれ、こちら、この図をご覧いただいたんですけど、今度右側のね、準都市計画区域見ておきましょう。こちら。 で、ここは指定権者都道府県1本です。都道府県一本、ね。で、手続きですけど、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くと。これさっき上でやりましたね。このカッコ2です。カッコで、国交大臣は出てきません。これちょこっと、まあマークはしませんけど、ちょっとね、これだけ。ちょっと気をつけておいてください。国交大臣も出てこない。こちら。なんで、やっぱこれですよ。ここは規制が緩いから。 ね、国交大臣まではいいらないだろうそんなイメージですよ、ね、それで一応これで押さえておいてください。そうするとこれよく見てくださいね。この左の都市計画区域で一つの都道府県内にね指定する場合の指定権では都道府県と、ね、この場合の手続きと右の準都市計画区域同じですね。 同同じ同じここだけは違う国交大臣が出てこない点だけは違うもうこれで頭入りましたねおしまいとねであとさっきちょっとご覧いただきました側中ですねこれまだ若干よいしょ細かいですでこれまたおいおいやりますこれ特定用途制限地域これは準都市計画区域でも定めることができるできるこれねちょっと周知つけば方がいいかなこっちはできる でもう一個の特例要用請的構築地区。これは準都市計画区域内に定めることはできないよっていうことで。ね。こちら。これまだね、この後勉強します。特定用途制限地域特例要用請的構築地区。そこを勉強してから立ち返ると、これね、すぐに頭入りますから。ね。とりあえず、マークだけ、ね、印だけつけておいてください。で次、今度4ページいきますよ。よいしょ。あ、ごめんなさい。こっちで失礼しました。よいしょ。 で、続いて今度4ページですね。帯番号が変わります。2-1、都市計画の内容。ね。さっきやったのが、ね、都市計画区域の指定でした。まず、町づくりの場所を決める。これ最初のね、第一段階。で、次に、場所を決めたら、どんな町にしていくのか、その町づくりのプランを決めるんだった。それが次、都市計画です。ね、全部順番になってますから。 でちょっとここはマークだけしといてください都市計画とは土地利用あと都市施設の整備および市街地開発事業ってことで,、ね、で下の図これはまだおいおいですねおいおいちょっと用途地域だとか保持的地域地区っていうのをこのあと勉強しますんでそれ終わってからこ,う、ね、この図を改めてご説明しますのでちょっと置いといてくださいここ、ね、であとこちらも先にちょっとマークだけしちゃってくださいよいしょこちらプラスアルファですね「ここできる」 ね、これ都市計画の種類です。で、大事なやつ全部このゴシックにしてありますから、ね、これ全部この後勉強していきます。やっぱ試験で出るんですよ。このゴシックにしたやつね、こんな形で。ちょっとマークだけしといてください。ね、でちょっと改めてもう一回本文からいきましょう。で、都市計画、もう皆さんすぐイメージつかみますね。あ、まちづくりのプランだったよな、プランだったよな。 でちょっといきますよ都市計画とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用あと都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で都市計画法第2章の規定に従い定められたものを有用ってことでここはガチガチチに覚える内容じゃないです一応ねマークはしていただきましたけどでそれよりもまず左ね当然これ土地だよね 土地量ですからあとじゃあ右は何なのこれがさっきねトッピーでも見ましたけどね物作りです、ね、だからこれねこれ中身はまたおいおい後ろでやります都市施設の整備これいわゆる単発事業なんですよまた後ろでやりますちょっと書いときますね単発事業ね 道路とか公園とかを一個一個作っていく。これを都市施設の整備って言うんですよ。また後でやります。でもう一個市街地開発事業。これは道路公園とかまとめてガーッと作っていきます。いわゆる総合事業です。ね。で整理するとこのねこのまちづくりのプランである都市計画っていうのは土地と物作り。 土地があって、その上のものづくり。この二つに二分できるよっていうこと。で、さらには、このものづくりの中も、ね、このものづくりの中も、都市施設の整備っていう単発事業と、市街地開発事業という総合事業にやっぱり二分できるよっていうこと。とりあえずここで軽く頭入れておいてくださいね。また後で出てきますから、単発総合。こちらはそれぞれ。ね。で、この土地とものづくり。 ね、これは都市計画法を勉強する時の大事なポイントなんですよ。都市計画法ってよくねつぶさに見ていくと土地関係かものづくり関係かに二分できますからねでこれも今日最初に一番最初にやりましたね1ページこちらやりましたねこのプランに反することはさせないよ、ね、開発行為これは土地だよ で、都市計画事業制限。これがその上のものづくりだよって言いました。とにかく土地かものづくりか。土地かものづくりか。ね。この視点を持っておかれると、ね。この都市計画の内容も理解できしやすいですから。土地関係かな。ものづくり関係かな。ね。で、ちょっと改めて、今度4ページの、よいしょ。今度左側ですね。よいしょ。で、プラスアルファのとこですね。で、都市計画区域には都市計画として、以下の11種類。ね。これ、 全部都市計画の種類なんですよ。これを定めることができるです。できる。要するに、これチョイスできるって言うんです。選べるんですよ。この街をどんな街にしていくのか。ね。いわばレストランのメニューと思ってください。だから、できるなんですよ。チョイスできる。どんなメニューにするのか。ね。もちろんいろんなメニューをこれ組み合わせることできますから。ね。だからこう、末尾ができるなんですよ。ね。これしっかり押さえておいてください。 で、まず、丸一、都市計画区域の、また出ましたね、整備、開発、及び保全、ね、の方針。これをマスタープランって呼んでます。また右のページでやります。これ、まちづくりの方向性のことなんですよ。まちづくりの方向性。まあ、羅針盤って言ってもいいですね。で、これは非常に重要ですから、これはね、さっき上でね、できるって言いましたけど、これだけは、実は、定めなければならないです。ならない。 一応上でできるって言いましたけど。で、こいつだけは必ず選ばなきゃいけない。定めなきゃいけない。そんなイメージです。ね。また右のページでやります。それ以外、2以下は全部できるです。できる。ね。で、まず、区域区分。これまずやります。あと、地域地区。これもやります。あと、ね、あと都市施設。市街地開発事業。ね、これさっきも出てましたね。これね。市街地開発事業って。ね。で、あと、地区計画等とね。これら全部。で、一応、試験で、これよく出ますんで、ゴシックにしてあります。これ全部。 できるです選べるよチョイスできるよいいですねで今マスタープラン見ていただいたんですけどちょっと右の5ページいきますよいしょ帯番号2の2都市計画の方針とこ見てくださいここにねマスタープランが上がってますずらずらーとずらずらっとねでちょっと先にまたマークしちゃってくださいねあとちょっと下もね 先にマークだけしちゃってくださいね。こんな感じで。あと一番下この脚注もね。この即したもの。ここもねマークはしといてください。ここね。あとここもあと側中ですね。側中はよいしょ。このコメントのとことすぐ下ね。このポイントのとここれだけでいいです。ね、これだけマークしといてください。あと下はいいでしょう,う,うで,で、ちょっと改めて本文からいきますよ。 で、都市計画の方針。方針ときたらとにかくマスタープランです。マスタープラン。ね。こちら。マスタープラン。街づくりの方向性。羅針盤です。どんな街にしていくのか。ね。これに基づいて、ね。具体的な街づくりを行っていくってこと。ね。やっぱりこれも、ね。乱開発の規制するための、ね。やっぱり一つの制度って言えますよね。こちらは。計画的な街づくりのためですから。 で、これはさっき左で見たように、これは一応条文では定めるっていうふうに規定してるけど、意味は必ずなんですよ。必ず定めなきゃいけないよ。絶対必要だからね、と。ね。これは押さえておいてください。ね。定めるになってますけど、意味は必ずです。必ず定めなきゃいけない。で、一応3つあります。ね。でも、試験対策上一番上だけでいいです。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と。ね。これは都道府県レベルです。ちなみに、丸に、これも ね、一応ありますけどこれ市町村レベルですね市町村レベルのマスタープラン市町村定める基本方針ってことででまあこれはマックスしなくてもいいです、ね、で次よいしょで今度どんどんまた大事な内容入ってきますんでねで卓研おやりになった方はねあの見覚えがある箇所に入っていきますからその辺知識を思い出しながらで卓研やってないよって方もね非常に大事なとこなんでしっかりとあの押さえていきますで帯番号2の3区域区分区域区分 これさっきいしょ左のページでご覧いただいた都市計画の1種類です。都市計画の1種類。いいですねこちら。でまず縦位置ね市街化区域と市街化調整区域との区分これを区域区分っていうんですけどもこれね都市計画区域について無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため必要がある時は 都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分。これを区域区分って呼んでます。ね。これを定めることができるです。できる。ね。これ、定めなければならないでよく本番聞いてきますけど、これ誤りです。ね。できるです。で、必要があるときは、ね。必要があるときはできる。もちろん、定めなくてもいいんですよ。この手やりますけど。ね。で、これは、必要があるときは、 都市計画区域の中を市街化区域って呼ばれてる場所と、あともう一個、この市街化調整区域って呼ばれてる場所の二つに分ける。これを区域区分って呼んでます。区域区分。これ俗にね、こっちの方が結構知ってる方多いかもしれません。これ線引きってよくしますね。線引きって。線引き都市計画区域の中をね、線を引いて分けるんですよ。この二つに。それがこれです。 この図です。ね。これ、都市計画区域です。この楕円がね、都市計画区域で、この中を線引きして、線引きして、市街化区域と市街化調整区域の二つに分ける。これを区域区分って呼んでます。ね。俗に線引きってよく呼びますね。で、これはできるです。できる。必要があるときはできるよっていうことで。じゃあ、この線引きする。ね。 この市街化区域と市街化調整区域、この二つに線引きするわけだけど、これそれぞれの場所がどんな場所かっていうと、これ両者対極なんですよ。市街化区域の真逆が市街化調整区域、市街化調整区域の真逆が市街化区域ってことで。で、まず市街化区域から行きましょう。これね、一応条文7条2項を見ると、一応二つ、二つ規定してます。市街化区域って呼ばれる場所。 まず一つ目が、すでに市街地を形成している区域。これが一つ目ね。で、二つ目が、及び以降です。および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。だから二つ目は、まだこれ市街地形成してないんですよ。これからです。これからね、10年、ね、時間をかけて、ね、市街化を図っていく場所。ね、これが市街化区域の二つ目。だから、厳密に行くと二つあるんだけど、試験的にはね、 この二つ目しか聞いてきませんから。ね。一個目の方を聞いてきません。これ。ね。だからここ、死害化を図る。これをキーワードにして覚えておいてください。で、この数字での引っ掛けは、あの、本番で聞いてこないから心配しなくていいです。これを7年とか5年に引っ掛けてくることはありませんから。ね。だから一応、まあ、ここはマークしないで、ね。この死害化を図る。これが死害化区域だ。これだけ一応押さえておいてください。で、ちょっと、あの、メモする方はちょっとメモしておいてください。 これ、市街化区域ですね。ちょっとイメージを話しますと、ビルをどんどん建てる場所。ね。ちょっと書き込む方は書き込んでおいてください。ビルをどんどん建てる場所。ね。これがまあ、市害化区域のイメージですね。イメージ。ね。これ。で、もう一個。この真逆が、この市街化調整区域です。ここは市街化を抑制です。抑制すべき区域。 この調整ってなってるでしょこの名前の中に調整って2文字があるでしょ調整ってこれね、これ抑制するって意味があるんですよ。これ法律用語で。ね。だから市外科の抑制。これ禁止じゃありませんからね。あくまでも抑制するだけですから。で、これもちょっとイメージ申し上げますんで、あの、ちょっとメモする方だけいいで,いいです。ちょっとメモしといてください。ね。で、一つ目。三つあるんですよ。一つ目。基本的に建物は建てられない。基本的に 建建物は建てられない、ね、これちょっと書き込んでおいてください。で2つ目ねできるだけ自然を残すできるだけ自然を残すこれは2つ目ね2つ目市街化調整区域のイメージの2つ目で3つ目が農業林業漁業をやっていく農業林業漁業をやっていく場所ねこれが3つ目、ね。一応これ イメージとととしててお持ちにななっかかれるといいかなと特に一番最初に申し上げた基本的に建物を建てられない、ね、これ結構ご存知の方も多いかと思いますけどこれね覚えておいてくださいしっかりと、ね、真逆です真逆、ね、でちょっともう一回上に戻りますよさっきこの区域区分のところで必要がある時はこの都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域の2つに、ね、線引きする区域区分するこれができるんだよってやった逆に言うと必要がない。 その時には、こんな区域区分はやらない。そういう場合をこれです。このポイントの二つ目ね。この区域区分がされていない場所、都市計画区域を、区域区分が定められていない都市計画区域って言います。これは、この鍵括弧ね。これ正式名称です。これ覚えておいてください。これ、実務やられてる方ね、不動産系の実務やられてる方は、よくね、あの、非線引き非線引きって言いますね。それがこの丸括弧です。丸括弧。ね。 さっきのこの線引きこれに対応して、ね。逆に区域区分しない。線引きしない。だから非線引きって。これね。これ実務上よくね、非線引き非線引き言いますけど、あの、本、本試験ね。本試験は条文で規定されている正式名称で本試験問題作ってきますから。それがこの改革です。区域区分が定められてるね、都市経過、区域。これをしっかり頭に入れておいてください。ね。普段は皆さんね、非線引き非線引きで言ってもいいんだけど、本番の時は非線引きの言葉は一切出てきませんからね。 この区域区分定められていない都市計画区域。この正式名称で本番の問題を作っていきますから。これだけ気をつけておいてください。で、これ例としては人口数千人レベルの地方都市ですね。こういうところにね、この区域区分定められていない都市計画区域、いわゆる1000匹都市計画区域はまあ指定されていることが多いというふうに言われています、これ。ね。まあ地方ですね。人口数千人レベルの地方都市。結構広大です。広大。で、住宅がポツンとあって、 その隣に畑があって、その裏手に工場ですよ。工場。ね。こういうところ。ね。で、こういうところは、ね。どっからどこまでが市街化区域。どっからね、向こうが市街化調整区域という線引きできないでしょ。家があって、住、ね、住宅があって、畑があって、裏が工場。結構これ地方行くとありますよね。線引きできないでしょ。まあ、そんなイメージです。そんなイメージ。だから、ま、一応、人口数千人レベルの地方都市と。 そんな風に押さえてみてください。いいですね。で、あとさっきもやりましたけど、これね必要があるときですからね。これ、このポイント必ず区域区分が定められるんじゃないよ。ってことでこれもいいですよね。これも合わせて頭入れちゃってください。で、あと次いきます。もう一回ちょっと本文の方行きますよ。で、今度この図のあごめんなさい。この市街化調整区域の下のこの図ですね。うん、これ、一応側中にも載っけといたんですけど、5つです。日本っていうのは右の図のようにね。これ。 都市計画法に基づいた場合、都市計画法に基づくと、ご覧のように5つに分類できるってこと。これは頭入れといてください。この後この知識またいろんなところで使いますから。ね。5つです。5つ。で、もうちょっと大きくしようかな。これぐらいで見えますかね。で、まずこの、<laughs> この四角の中が日本と思ってください。ね。私たちのね、この国である日本。四角の中ね。 で、この中見ると、都市計画区域が実は2つあります。2つある。二つある。で、1つはご覧のように、区域区分がされている都市計画区域と、もう1つが、ついさっき見たこれですよ。ね。区域区分定められていない都市計画区域、俗に有1000匹都市計画区域、これです。まずこれしっかり確認しといてください。都市計画区域には2種類あるっていうこと。 区域区分がされているものとされていないもの。ね。二つあるよ。いいですね。ね。で、今度、三番、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、一、二、三番目。で、今度、四番目。四番目がさっきありました。準都市計画区域です。これ、どういうところに指定されるんでした高速道路のインターチェンジだった。やりましたね。山のふもと。山の麓と。ね。で、最後、五番目。この、都市計画区域と、 準都市計画区域。この二つ以外の残りです。それがこの丸五の意味なんですよ。これしっかりと押さえてください。都市計画区域。ちょっと記類つけますよ。および準都市計画区域以外の区域っていうふうに書きます。<laughs> 大丈夫ですね。これね。この表現。都市計画区域および準都市計画区域以外の区域って言います。 ね。例としては山奥とか無人島。ね。ほとんど人がいないような山奥。あるいはもう無人島。日本って実はこれ無人島って多いんですよね。結構ね。あの、小島ですから。周りにね。人がいないような島結構多いですよね。ね。これが5番目っていうこと。ね。で、これ、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域。ね。この表現。なんとか及び何とか以外。ね。だから、都市計画区域でもなければ、準都市計画区域でもない。 ね、残りの場所って意味ですこれこの表現気をつけておいてくださいこれ法律特有のこの表現の仕方ですね何とかおよび何とか以外だから A および B 以外ときたら C なんですよ C いいですねそういうことであとちょっと下行きますよあとこの区域区分ですね区域区分これさっきやりましたこちらね線引き線引きこれに関する都市計画はどこが決めるかというと都道府県です都道府県市町村じゃありません これは覚えてておいいくださままた後,後で,でき,後でできますからねこれやっぱりある程度広域的な判断が要求されますね都市計画区域の中をこうやって二分するある程度広域的な判断が要求されるから市町村ではちょっと役不足したがって都道府県が、ね、決定権者ってことで広域よくこういう言い方するんですよ広域的な判断が要求されるねだから都道府県だよ都道府県だよ であとね、客注ですね。客注こちら、これ、ローマ数字の2番で、こんなんどこ乗ってんのって言われるかもしれませんけど、ここです。ここ。ね、マスタープランところ。ね。で、これは一回、頭を通しとけばいいです。これ、いきますよ。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発、保全の方針。ね、マスタープランに即したものでなければならないっていう、これは本当は当たり前のこと言ってるんですよ。ね。だから、これは一回頭を通しとけば OK です。 よろしいでしょうかこんなとこです、ね、で次で今度よいしょ今度6ページにいきましょうよいしょちょっとチェしますよよいしょで帯番号今度続いて、えー、と2の4ですね土地利用の制限ということでこちらねまた土地が続きます土地が続くこっちもそうですねこちらも食い区く区分ということで ね、こちらこちらも土地関係ですねこちらも土地関係でまだ続きますよで土地利用の制限ってことでで続いて今度用途地域用途地域っていうのが出てくるこちら、ね、これも宅建おやりになった方はねなじみがあろうかと思いますけども実は今回改正で一つ、ね、この後じっくり見ていきますけどもちょっと大きくしようこちら 田園住居地域っていうのが今回改正で追加されていますなんか25年ぶりとかですかねこの用途地域が改正されてね追加されたっていうのもね随分久方ぶりなことを言われてますけどねこのちょっと見ていきますでその前提としてよいしょこの土地利用の制限ね一応タイトルが縦位置で用途地域になってますけどまずこの土地利用の計画ねとして 地域地区っていうのを定めることができると。ね、地域地区。で、この中を、用途地域って言われるものと、ね、これから見ていきます。13、13種類あります。あと、保守的地域地区。これまずやります。でこの2つに分類できるよ。分類できるよ。共に、これ、地区計画っていう土地利用の計画、あ、地域計あ、地域地区っていう土地利用の計画だよっていうことなんですね。この、 地域地区っていうまあいわばこれ上位概念があって。この中をこのね、用途地域と保持的地域地区、この二つに分解できるよってことで。ベースが用途地域です。でこれを補うのが、もう名前に出てますね。補助的地域地区って言います、ね。で、ちょっと名前見ていただくと。用途地域の地域。ね、あと保持的地域地区の地区、二つ合わせたのがこの上位概念の地域地区になります。この中が、この二つ。 用途地地地域域と保持的地域地区に分解できるよってことで、まあ、ここは一回ちょっと頭の中はね交通整理しとけばいいです。地域地区っていうのがあってこの中にこの2つ、ね、この二つが出てくるんだなベースが用途地域だな、ね、そんなイメージで結構ですからでちょっと左ご覧くださいよいしょで即中のコメントですねこれ大事なとこですこのコメント欄即中の。用途地域って何なのこれは 使い道を定めた地域のことです。地域のこと。どんな街づくりにしていくのか。ね。住宅街にしていくのか。ね。あの、仕事するそういうね、オフィス街、繁華街にしていくのか。ね。それとも工場、ね。工場の街にしていくのか。工場地帯にしていくのか。ね。そういうことです。自分の家、マイホーム建てた。そしたらすぐ裏手が臨海コンビナートなんていうのは嫌ですよね。 これは決して計画的なちづくりとは言えない。そういうことです。だから、用途地域ってものを定めて、ね。これが定められると、用途規制というのがかかって、好き勝手に建物が建てられなくなっていくんですよ。これは。だから、できるだけ同じ種類の建物は同じ場所に建てられるにする。全く経路が違う建物はできるだけ排除する。そんなイメージです。そんなイメージ。ね。用途地域は定められると、用途規制というのがかかって、好き勝手にね。 あの、建物を建てられなくなりますんで。で、これちょっと見ていきますよ。これ34ページ参照ってことで、この用途規制っていうのは、実はこれ、建築基準法で出てくるんですよ。建築基準法です。ね。で、ちょっとそれ入る前に、ちょっと一息入れましょう。ね。はい。それでは最後の第4ユニットに行きましょう。では改めてですね、ちょっと6ページご覧ください。こちら。ね。で、 今、この用途地域っていうのをご覧いただいています、ね。で、この用途地域が定められると、いろんな種類あるんですよ。大指定層、第二指定層とかいろんな種類がね、あります。ご覧のように。ね、この後見ていきますけども。これが定められると、用途規制っていうのがかかります。この後見ていきます。34ページ、建築基準法で定められています、ね。で、用途規制がかかって、好き勝手に建物が建てられなくなりますよ、ということで。 これ、用途地域自体、いろんな種類がありますけど、ね。もう、宅見でおやりになった方は、馴染みが当然ありますね。これ、嫌でも、がっちり勉強しますね宅達見でね。初めてご覧になる方、あ、こんなに用途地域で種類があるんだ。ね。ちょっとこの後、ね、見てきますんで。ちょっと、こちらね。よろしいでしょうか。ね。で、改めてちょっとね、ここね、34ページ上げてみてください。まだ先取りです。ね。まだちょっと私、テキスト、印もつけてませんけど、これ、 建築基準法なんですよ。用途規制って言います。またこの建築基準法に来た時にまたがっちりやるからね。とりあえず今回軽く聞いといてください。それで OK です。で、上見ていただくと、この今ご覧いただいた用途地域の種類がずらずらーっと上がってます。ずらずらーっと。これ。で、今度左の縦にそれぞれの建物の種類がずらずらーっと上がってます。で、丸は、 それぞれの場所に建てられますよって意味なんですよ。×は建てられませんよって意味です。これです。ですね。で、よいしょ。下から2段目。ね。これ下、今回改正で追加したね。田園住居地域。この後やりますけど、下から2段目ちょっと見てください。ちょっと大きくしますよ。これ、物品販売店舗、飲食店1、2階か,かつえっ、ー、と、1十0平米以内。これ、例が、 コンビニを指してるんですよ。コンビニ。で、一番左側がバッテンになってますね、これ。丸じゃないバッテン。バッテンってことは、コンビニが建てられない。どんな場所かって言うと、ずっと言ってください。これ、大使低層住居専用地域って言います。この後また都市計画法でやりますけど、これ、高級住宅街です。高級住宅街。低層ってことで、低い建物しか建てられないんですよ。高いビルとか建てられません。当然、日当たりがいい。 ね、居住環境がいい。そういう高級住宅街。で、大志低層では、コンビニも建てられない。これが、用途規制の意味なんですよ。そうやって、計画的な街づくりを行っていくということになります。ね。で、ちょっと改めてもう一回ね、さっきのページをお戻りください。ちょっとここは時間かけます。大事なとこなんで、6ページです。6ページにお戻りください。いいですね。で、この、先ほど来ね、この側中のコメント。 ね、この用途地域が定められると用途規制がかかって好き勝手に建物が建てられなくなりますよっていうのをご覧頂い,いてるんですけどもちょっとこうねよいしょちょっと書きますよ。用途地域こちら、ね、で用途地域が定められるとちょっと矢印だけで済ませますよ。 定められると本当字が汚くて申し訳ないです私しかも左利きなんて全部書き順が逆になるというよいしょいいですね。用途地域が定められるとねこの矢印もう略しました用途規制がかかって好き勝手な建物が建てられなくなるとこのロジックこれはガッチリ覚えてください この後都市計画法でたたびび顔出します非常に大事なところになりますから用途地域を定めると用途規制がかかって好き勝手な建物を建てられない今34ページでご覧いただきました例えばえー、と第一種、まあ、とかね第一種低層よいしょね 大指定層、このあたりますか一番最初のこれ。これ高級住宅街です。さっき34ページの表で見ましたね。大指定層住居専用地域にもし指定されると、コンビニが、抜点、抜点バッテってのは建てられないってこと。これがまさに、用途地域が定められると、ね、用途規制がかかって、好き勝手な建物が建てられないってことなんですよ。 これが例で言うと、これ。大指定、もしね、その場所が、皆さんがお住まいの場所が、大指定層住居専用地域に指定されると、ね。これ、コンビニも建てられなくなっちゃうんですよ。これがこのロジックの具体例です。これしっかり覚えておいてください。ね。ちなみに余談ですけど、私の家の周りコンビニだらけです。もう、コンビニが建てられない。ちょっと信じられないです、これ。で、これよく勘違いする方いるんだけど、これね、このロジックは2つの法律にまたがってる。 ことなんですよ用途地域はこれ都市計画法。ね、で用途規制は何でした ?34 ページ。これ建築基準法なんですよ。2つの法律にまたがってる。だからこれね結構誤解する方いらっしゃるんですね。2つの法律にまたがってる。だからちょっと分かりにくくて。ね、用途地域は都市計画法。ね。ちょっと書き込んでお書き込んでおいてください。ね。このそばでいいか都市計画法。で用途規制は建築基準法。ね。具体例がこれです。 大四定層住居専用地域に指定されると、ね、コンビニも抜ン立てられなくなっちゃうよ。これしっかりと、ね。これがこの具体的な意味です。いいですね。で、そうやって、ね、用途規制をかけて、計画的な街づくりを図っていくと、そういうことです。じゃあ、改めて、この用途地域見ていきましょう。でま、たまたちょっとね、マーク先にしちゃってください。試験、試験対策上ちょっとね、大事なところ。え、こんなとこマークすんのって え、やってください。<laughs> まずね、えっ、ー、とね、この、用途地域なんだけど、全部で、よいしょ。今度、今度1個増えたんで、13種類。13種類。ね。これ以前、都市計画をこれ勉強した方は気をつけてくださいね。今回改正で1個増えて13種類になってますからね。以前は12種類でした。ね。で、大別すると、住居系と商業系と、そして工業系。ね。これも頭に入れといてください。 住居、商業、工業。この三つに分類できます。用途地域。で、住居系が、これ従来七つだったのが、今度、田園住居が加わって八つです。ここまで。で、ちょっと、ここだけお聞きしますよ。で、この住居系なんですけども、ちょっと名前見てください。名前の頭に第二種。ね。これ。ちょっとマークしちゃってください。第二種低層で。あと、丸5の第二種中高層。あと、丸7の第二種住居。 いいですね。こちら。で、これ、住居系の用途地域8種類のうち、名前の頭に第2種が付くものは、内容の頭に種としてが付きます。これもマークしちゃってください。種として、丸にね。で、丸5、これも種として。で、この丸7、これも種として。種としてが付くと、これ全部ね、この内容は条文で規定されてるんですよ。すっごい抽象的な内容だけど。 市としてがつくと、これ意味が薄まりますね。規制がちょっと緩くなる。そんなイメージです。だから第一種の方が規制は厳しい。例えば第一提定層見てもらうと、定層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域ってことで、なんのこっちゃって感じでしょ、これ。ね。この後また具体例で見ていきますけども。ね。で、これ第二種定層になると、市として、市として、定層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域ってことだから、ちょっとね、これ規制がちょっと緩まる。 ね。そんなイメージで見てください。いいですね。死としてだ。死としてで足りるからってことですね。で、試験でのこんなところなんですよ。でね、試験では、左の用途地域の名前と、右の内容を、むす、こんな形で結びつける問題しか、ここ聞いてきません。その時に、ね、この死として、これはキーワードなんですよ。死として。ね。こういうキーワードを覚えといて、ね。で、死として、あ、これ、住極系のね、 名前の頭に第二種ががくくやつは主としてがつくんだったなこれが分かっていればねこれ引っ掛けられてもすぐ対応できますからね第二種は死として第二種は死としてねであと試験で聞いてくるもう一点ですねもう一点がね住居系の最後8番目準住居地域これのキーワードこれも道路の沿道で覚えておいてください道路のこの後また即中で見てきますからとりあえずこれだけマークしといてくださいねだから道路の沿道って言ってながらもし問題文がね 第二種住居地域でうんたらかんたらって書いてあったら誤りと。いいですね。道路の沿道ときたらこっちですよ。名前と結びつける。ね。こういうキーワードをもとにして結びつける。ね。こういう形で。これができれば問題、本試験問題簡単に解けますから。いいですね。で、あと、今度商業系いきますよ。商業系工業系よいしょ。 でこれもねちょっと名前ねご覧のとこマークしといてほしいんですけどあと内容のとこですねまずま、えー、とこれが丸9ですね9番目近隣商業でこれが近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給、ね、これを見たらあこれ近隣商業だなこれもしもう一個の次の商業地域の、ね、説明として問題文が書かれてたらもうすぐ誤りと分かるようにしてくださいそういうことこちらねであと えっとね、残りこの商業、工業の用途地域、全部で5つあるでしょ ?1,2,3,4,5。5つあるんだけども、やっぱり内容の頭に詞としてがつくやつがあるんですよ。5つのうち3つ。三つ。で、この覚え方を言います。覚え方。ここはね、商業系、工業系、ね、ちょっとこれ一括りにして5つあるんだけども、名前の文字数見てください。名前の文字数。名前の文字数が6文字。 例えば、この9番の近隣商業地域、あと1二番、ごめんなさい、十3番の工業専用地域みたいに、名前の文字数が6文字の、六文字のもの以外です。だから、9番と1二番あ、ごめんなさい、十3番以外の、この10、11、12に、内容の頭に指としてがつくよってこと。これが覚え方です。ね。この商業系工業系については、名前の文字数、 6文字以外の内容の頭に死としてがつくよ。これと、これと、これ。商業、純工業、工業。いいですね。こんな形で。やっぱりこれもね、名前と内容を結び付ける問題聞いてきますから。で、あと最後。えっ、ー、と、この11番の純工業地域ですね。これもね、もう一、もう一箇所覚えておいてください。環境の悪化をもたらす恐れのない。恐れがないんですよ。ときたら、 純工業やっぱりこれも結びつけられるようにしといてください名前とねこれもし工業地域で問題文書いてあったら誤りですからね環境悪化をもたらす恐れがないっていうのは純工業地域のキーワードですからねこんな形です <laughs> こんなのが出てくるんですよ <laughs> 本当にこれ「宅建でも出ますよね,ねこれ行政法規も同じです初めて勉強する方はねえー、こんなの覚えるのまあしょうがないですねこれほんま聞いてくるんで ち、ね、ちょっっっと頑張ててこんなでで覚えちゃってくださいであとそれぞれの中身ねちょっと見ていきますけども一応ねこの内容はねここに上がってる非常にね抽象的なこれ条文で全部規定してるんですよこんな内容で。でもいまいちなんかこうねイメージが持てないということで私の方でねちょっと即中のコメント欄にそれぞれのねちょっとよいしょイメージっていうか具体例ちょっと載っけてありますんでねちょっと見ていきますよ。まず 一番最初の第四定層ね。この順番でいきますからね。まず第四定層。これは一戸建ての並ぶ完成な高級住宅街。だからさっきやったように、コンビニもダメなんですよ。すごいですね、これね。そんなイメージで。で、次、二番目。で、第二低定層。これもやっぱり一戸建ての並ぶ完成な高級住宅街なんですけど、ここは第四定層と違って、コンビニ OK だよ。コンビニ OK だよ。でそんなイメージで。これ第二定層。 ね、だから市としてってことでちょっと規制が弱まるそんなイメージですねじゃ次これが今回改正で付け加わった田園住居地域ですでこれねちょっと大きくしますよこれあ大きくとちょっとね全体ちょっと見えるようにしてこれ名前だけよく見るとお尻4文字が住居地域なんですよでこの456見,、えっとえーね、見てくださいえっと678ですねごめんなさい678見てください 全部お尻4文字が住居地域なんですよ。準住居地域、第2次住居地域、第1住居地域。だから、これね、一応本来的には今回改正で付け加わった、この田園住居地域、お尻4文字が住居地域ってことだから、本来的には、この8番の準住居と9番の近隣商業のこの間、この間に実はこれ規定されてるんですよ。規定されてる。お尻4文字が住居地域だから。 ね、だけどこれねこのもう一個の用途規制用途規制の中身を見るといきますよもう一回34ページ上げてくださいこちらこれね一応第二指定訴の横に載っけました今回こちら改正点田園住居、ね、でいくと見てくださいこれ。 限りなく、第二子低層に近いんですよ。この田園住居地域の用途規制に関して見ると。第二子低層に限りなく近いの。これは、こんな形で。またご覧になってみてください。従って、このテキストでは、このね、この後勉強する用途規制も、ちょっと見据えてね、見据えて、この第二子低層の横、次に、ね、3番目に、これ乗っけてあります。結構こういうテキスト多いです。ね、一応そういうことでご理解ください。 本来的には、ね、お尻4文字が住居地域ってことで純住居と近隣商業の間に本来的にはねこれ位置づけるべきものなんだけど用途規制を見ると限りなく第二子低層に近いんですねしたがってね違う唯一違うのはここだけなんですよ最後またあってねこれは用途規制の時やりますけど、ね、これだけですだから3番目に乗っけましたそういうことですこれ一応その点ご理解ください。ね、でも一回ちょっと6 6ページに戻って で、ちょっと改めて、この田園住居。じゃあ、どんなの場所か、ちょっと見ていきますよ。田園住居。ね。で、住居地域とはなってるけども、これ限りなく低層に近い、低層の保に順次で、これ見ていきます。で、これ、都市部、田園住居地域って聞くとね、皆さんどんなイメージありますこれ。なんかね、山間部とか郊外とかそんなイメージありません地方、違うんですよ。これ都市部なんですよ。 で都市部における低層住宅、ね、これ農家をイメージしてみてくださいで農産物直売所、ね、その自分のとこの畑で採れた、ね、野菜とか果物を売るものを自宅でやってるじゃないですかああいうの農産物直売所って言いますよねあと農家レストラン自分のとこの畑で採れた野菜とか果物を作って自分のところで、ね、調理して出したそういうねあれ料理ですよそういうのを、ね、農家レストランっていうん、ね、だ 言いますよね。で、こういう農業用施設の立地を限定的に認める場所なんですよ。で、これらはこの農業用施設っていうのは大手低層、第二手低層ではダメなんですよ。立地できません。だけど田園住居地域ではやっぱ同じ低層なんですよ。ここは農家だけど当然低層です。だけどこれを可能にしているよってことなんですよ。 で、ちょっと先取りしてね、もう一回ちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけど、もう一回34ページちょっと見てください。こちらなんですよ。ここ。これまた、用途規制の時やります。建築基準法のね、用途規制の時またね、やりますけども、ちょっと先取りしてね。これ、さっきも申しました、今回改正でね、これ追加された田園住居地域の特徴なんですよ。これ、ここです。左から3番目、田園住居ね。これ。ここは、左の第二指定像と違って丸なんですよ。 ここが違うんですよ。第二子低層と田園住居で。ここが。で、これどんな場所かというとご覧ください。物品販売店舗、飲食店2。で、2階以下かつ500平米以内。で、これが農産物直売所、農家レストランなんですよ。これを建てられるようにしてるんですよ。これが田園住居地域の特徴なんですよ。特徴。低層だけど。本来だったら第一、第二次だったらこれ建てられない。だけど、低層だけど。 農業もできるよあのこういうい、ね、レストランだとか農家レストランだとかこういう、ね、農産物の直売所だとかこういうねこともできるようにしたんですよ。これが田園住居地域っていうこと。ね、また今時やりますんでまた、ね、建築基準法でやりましょう。でごめんなさいちょっとね行ったり来たりでね大変申し訳ないんですけどもう一回6ページにお戻りください。ね、こちら。だから用途規制を見ると限りなく低層に近いで特に第二次低層に近い。 でも第二指定層と違うのはね、こういう農産物直売所とか農家レストランね、こういう農業施設の立地も認めているよ。だからこれ限定的いうことですよ。さっきもね、あの、南平米ってありましたね。あれ、ちょっと面積要件もありますから、そういう意味で限定的いうことですね。また、与党規制のところでやりましょう。じゃあ次、ちょっと続きますよ。で、今度、4番目。第市中高層です。ここでいくと、ここね、第1中高層。 でこれ第一中高層もありますで第一中高層これはもう名前の通りで中高層のマンションや小規模店舗が立ち並んでいる住宅地住宅地、ね、で続いてこの5番第2この中高層第2の中高層これは第一中高層住居専用地域よりはやや大きめな店舗や事務所などが存在しにぎわっている住宅地ですと、ね、このね第2子第2第中高層のところはね一応はマンション、ね、マンション街ってイメージちょっと見てみてくださいマンション街 ねで、第2種の方になるとね。そのお店が結構ね。あの種類が増えるとね。そんなイメージですね。で、あと次今度丸6の第1種住居地域ね。これは戸建て住宅です。戸建て住宅とマンションね。あと、大きめな店舗やホテルなどが混在するところで、ね、結構混在します。戸建て住宅マンションあと大きめな店舗、こういうところを大種住居地域に指定されます。で、第2種住居地域になると、さらにいろんなお店が入ってきます。 カラオケボックスとかパチンコ屋こういういのも、OK、になってきます、ね、で次この右のページいきましょうで先にちょっとコメント欄からねで今度8番目準住居地域ねこれ住居系の用途地域の最後ですね8番目でこれは比較的大きな道路幹線道路です幹線道路片側3車線とかああいう広い道路でちょっとイメージしてみてくださいね大きな道路 沿いの地域で大きなパーキングがある大型スーパーマーケットや自動車のショールームなどと住宅とか調和して存在するようなところねこういう大型スーパーマーケットとかこういうショールームこういうところねこういうあの大通りに面したそういう住宅地って意味で見てみてくださいでこの幹線道路っていうのがちょっと左に戻りますよこの8番の準住居地域の中の内容の頭 道路の沿道これを指してますからね道路の沿道のこの道路っていうのがこちら幹線道路ですねこれ結びつけといてくださいで次今度9番目今度商業系ですねで近隣商業地域これは駅前商店街これも覚えておいてください駅前商店街主婦の方が気軽にサンダル履きで買い物に行けるような場所だからいきますよこれもこちら近隣商業さっき見ました 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給。これがキーワードってこと。駅前。主婦の方がね、サンダル履きで行ける。そんなイメージです。日用品の供給。近隣商業。いいですね。これも結びつけておいてください。ね。で、次、今度10番。商業地域。これはもうね、もう繁華街。ね。例えば東京で行けば新宿の歌舞伎町だとか。あるいは、これオフィス街も入りますね。繁華街。ね。こういう繁華街。あるいはオフィス街。そんなイメージです。商業地域。 一番これ用途規制が緩いですねこれはであと11番この工業系ねで準工業地域これも気をつけてください環境悪化の危険な製,、えー、と製品を製造する工場を除くあらゆる種類の建物が混在するところですとで一応これ工業地域ってことで工場は工場なんですよだけど環境悪化の危険がないってことだから、まあ、木造木材工場ね町の中の小さな木材工場 あるいは小さな印刷工場をイメージしてみてください。ね。これ一応工業地域ということで工場が建てられるんだけど、環境悪化の危険なね、製品の製造をする工場は除かれますから。それが、これもいきますよ。さっきご覧いただいた11番。純工業地域の環境の悪化をもたらす恐れのない。ね。このキーワードにつながってきますから。いいですね。こんな形で。で、あと今度12番。工業地域。これはもうね、 大きな自動車工場をイメージしてみてください。で、最後13番。工業専用地域。これはもう臨海コンビナーです。煙突から煙、黙々のね、ちょっと住みたくないな。ちょっと人が住むとこじゃないな。そんなイメージですね。ね。これが一応全部13種類の用途地域の、まあ、イメージになります。で、とにかくね、もう一回ちょっと <laughs> 戻りますけど、試験対策上はね、さっきもすでに申し上げましたけども、ね、まず住居系についてはね、 この名前の頭に第二種がつくやつは内容の頭に死としてがつくよってこととあと最後の準住居地域のキーワード道路のエンドでこの道路が幹線道路を指すよってことねあと商業系工業系についてはやっぱり内容の頭に死としてがつくやつが3つあるよってこと覚え方としては商業系工業系用途地域全部で5つのうち名前の文字数6文字以外ねだから近隣商業地域と工業専用地域以外のこの3つで 名前内容の頭にがつくよってこととあとこの純工業地域のキーワード、ね、これが環境悪化をもたらす恐それがないってこととあと近隣商業が、ね、この近隣の住宅地の住民に対する上品の供給、ね、駅前商店街、ね、これがキーワードになるよってことですねこれだけ覚えとけばとりあえず OK ですここは。 いろいろ喋ってきましたけど、なんだこれだけかいと。意外とここそんなにね、あの、いろんなこと聞かれるわけじゃないんで、とにかく名,名前と、ね、用途地域の名前と内容が結びつけられるように、そのために、これ、それぞれの内容の、ね、このキーワードに印をつけたと。ただ、それだけです、これ。で、あとは、この左のね、このコメント欄ご覧になって、それぞれちょっとね、ご自分なりでいいです。ご自分なりのイメージを、それぞれの用途地域でね、あの、お持ちになっておかれれば、それで OK です。ただ、一つね、 先ついお話している今回改正付け合があったこの田園住居は気をつけてくださいねこちら最近結構ねあの直近の改正点が翌年すぐ本試験に出る傾向にありますからね田園住居はぜひ気をつけておいてください,い,いですねで次ちょっと続きますよで今度右のページえっ、ー、と7ページですねちょっとここまでやっちゃいましょうねで続いて今度括弧2ですね括弧2 今、用途地域ご覧になっていただいてるわけですけど、用途地域と市街化区域、あるいは市街化調整区域などとの関係ってことで、ね、これ非常に大事なとこです。またちょっと例によってね、先にちょっとマークはしちゃってください。ここは完璧に固めます。よいしょ。あと、下、下はこう、いいですね。あと、ごめんなさい。えっ、ー、とね、あとここだ。ごめんなさい。この7ページのね、左の側柱の下。こちら、コメント欄。 これさっき冒頭でねちょっとこれあの理由ですよってね申し上げましたこの理由のところはね別に無理にマークしなくてもいいですよ一応印だけね鉛筆で軽く印つけるだけでも構いませんこのピンクのところは完璧に覚えてくださいこのピンクのところは絶対覚えます出ますから非常に高い頻度で毎年出てますからいいですねじゃあ見ていきましょうで用途地域と市街化区域市街化調整区域などとの関係ってことですけどまずね 1>, 1個目からいきますよ。これ、市街化区域については、少なくとも用途地域を定める。これしっかり覚えてください。覚えます。押さえます。ね。で、少なくともっていうのは、これ条文見ると少なくともって規定してるんだけど、意味は必ずなんですよ。必ず。で、用途地域を定める。これも条文見ると定めるって書いてあるけど、意味は定めなければならないってことです。いいですね。 だから、市街化区域については、必ず、用途地域を定めなければならない。これ、しっかり覚えてください、ね。で、これ、理由を絡めると頭に残りますから、この表現だけ覚えろって言われても、もうね、明日忘れてますよ、こんなの <laughs>、ね。で、ちょっと見てください、こっち。ここ、コメント欄。なんで、市街化区域では、必ず用途地域を定めなきゃいけないのか。 これ市街化区域これさっきやりましたね私イメージを話しましたねどんな場所でしたビルをどんどん建てる場所だっただから段開発の危険が高いだから必ず用途地域を定めて用途規制をかける必要があるんだってことここでさっきやったこれですこのロジックを使います用途地域を定めると用途規制がかかってね好き勝手な建物が建てられなくなるよ このロジックを使うんですよ使うのまあ、頭入りましたね市街化区域乱開発危険高いだからこれ用途規制かけるために、ね、用途規制かける必要があるから必ず用途地域を定めるんだよということで入りましたね,ねで次今度2つ目ねで今度2つ目が市街化調整区域ここは原則用途地域を定めないですこれ気をつけてください。 よくね、定めることができないっていうふうに本番で聞いてきますけど、誤り。原則定めない。だから例外的に定めることはできるってこと。ね。で、これも理由を見ます。これもあの例のロジックです。市街化調整区域。これどんな場所でしたこれも私さっきあのイメージ3つ言いましたよね。3つのうちの一番最初。基本的に建物を建てられない。乱開発の危険はない。だから原則として用途地域は必要ないってこと。 用途規制かける必要ないからねと。もう覚えましたね。ね。だからこういう理由付けを絡めると頭に残りやすいですから。ね。で、あと今度3番目。区域区分が定められていない都市計画区域。ね。いわゆる線引きです。ここは用途地域を定めることができるです。で、4番目。純都市計画区域。ここもやっぱり用途地域を定めることができるです。これはもうこれで無条件で覚えちゃってください。いいですね。 で、そうすると、あれ今、4つ見てきたよね。市街化区域、市街化調整区域、で、区域区分定められていない都市計画区域、で、準都市計画区域。あれ確か、日本って都市計画法によると5つに分類できるんだったよね。その通りです。ね。これ、テキストに載ってないんです。最後、両区域外。両区域外。これさっきやりましたね。ちょっと見ましょうかね。こちらです。ここ。 じゃあ、ここどうなんのか。これテキストの本文に載ってません。載ってません。で、ここだけが、用途地域を定めることができないんですよ。できない。ただね、ちょっと重要度は下がるんでね、テキストには載っけてません。ここ。ね、ただ、ちょっとメモする方はここにメモしておいてください。この右の予約でいいと思います。両、区域、外。ここで、両区域外。 ね、都市計画区域及び準都市計画区域以外、ね、山奥無人島。ここだけができないです。用途地域を定めることができないになってますから。これもこれで一応覚えておいてください。ね。そうすると、一応5つ、ね、市街化区域が必ず定めなきゃいけない。市街化調整区域は原則定めない。で、市区域区分定められてね、都市計画区域と、あと準都市計画区域がともにできる、できる。で、最後5番目の両区域以外ができないと。 ね、こういう形になりますんで。よろしいでしょうか。ここは絶対覚えてくださいね。<laughs> あの、あ、そうだ。これもちょっとコメントしておかないといけないんだ。一応、これね、格問で、ね、出たところはですね、よいしょ。これ、平成11年の2問目、平成15年6問目、あと平成26年6問目って形で。ね ここれれ過去問で出題された場合うういう表示をしてありますから当然この数が多ければ多いほどあの本番で出てるね当然重要度が高いってことになりますからねちょっとこれ1がねちょっとねこのコメントに乗っけた関係でこんなところになっちゃってますけどね一応このねこの出題の頻度ねこ,れこれについてはここを指してます。今最後ご覧いただいたねこの本文のこの関係ですね用途地域と市街化区域市街化調整区域などの関係に相当するものになってます。 そうすると本当もう消え抜けないでしょこの辺はねしっかりともう完璧に固めといてください一応ね一応ここまでにしましょう今回1回目ってことなんでいかがでしたでしょうかねぶんいろいろね喋ってきましたけどもこんな形でねこんな要領でねこの後あの2回目以降ねやっていきますんで大丈夫ですねしっかりねついてきてくださいねまた今日は1回目ってことで結構ねゆっくりペースで喋ってますけど私どんどんまた早口になってきますけどそういう時はまたプチッと止めて ね、あのパソコンなり DVD プレイヤープチッと止めて、ね、でしっかり形には残していってください。であと合わせて自分なりにね一応考える癖ですね一応お読みになって私もいろいろねできるだけ、ね、あの詳しく説明はねできるだけしていこうと思いますけどなかなかちょっとね時間的な制限もあってねもうここはここで覚えてくださいみたいな形で終わらせちゃう場合も結構ありますけど、ね、そういうところもご自分でちょっと考える癖これどう読みうかな。で冒頭に言いましたけど自分なりの理解でいいですから。 あのそれが正解かどうか関係ありません。それを検証する手立てもありませんからね。だから自分何の理解、それを徐々にこうちょこちょこと余白に書き込んでいく、そういうふうにやっていくと、ね、行政法規に対する親しみも増しますしね、あと理解も、そして記憶の定着も良くなっていくと思いますから、ね、ちょっとそういうふうにやってみてください。ね、じゃあ1回目これで終わります。お疲れ様でした